今日どうもお招きいただいてありがとうございました。なかなかあの点数分解ってマイナーなので、あの集中講義で呼んでくれる人とか、まあ、いないんですけど、あの既得にも広島大学のでは呼んでいただいてどうもありがとうございました。であのこちらが、この、セミナーのスライドが置いてある QR コードで、こちらが短縮コードになってます。なのでもしあのまだダウンロードしてない人がいたら、ちょっとこちらから QR コードダウンロードしてもらえれば、いいと思います。すいません、カメラが邪魔ですよ、ごめんなさい。じゃあ、あのとりあえずダウンロードしてもらった。まだしてない、はい、これダウンロードしてないの。それ何の URL？ スライドの QR コードは、まあ、一応見ます。はい、じゃあ次行きたいと思います。で、今日は、まあ、あの本田先生からの要望もあって、なんか行列分解から順番に丁寧にやってくださいってことなんで、まず行列分解やって、テンソルやって、テンソル分解やって、でテンソル分解は割とメジャーな方法があるんで、その説明をして、それから、この辺で、セミナーが今日の午前に入って、で明日実際にそれを使ってどうやって研究するのみたいな話をするっていう風になれるとちょうどいいかなと思うんですけど、あの僕なんか最近本を書いたんですが、大学院でその本で講義をしてるんですけど、ここに書いた内容を全部やると1年間30コマ使っても終わらないので、あの今回は8コマっていうことなので、多分全部はできないので、かなり飛び飛びになっちゃうと思うんですけど、なるべくあのなんですか、時間が無駄にならないようにやってきたと思います。で僕はあの、こんな人数がいると質問するのは難しいと思うんですけど、あのもしよかったら質問はあのしてください。僕もなんかあんまり説明がうまい方じゃないので、何言ってるか分かんないかもしれないので、まず、一番基本的な行列分解から説明したいと思います。でもちろんこの皆さんもう大学院生ですから、もう学部で行列分解はしっかりやったよっていう人もいると思うんですけど、あのそういう人はちょっと我慢してもらって、一応あの基本的に行列分解から丁寧に説明したいと思います。で行列っていうのは この授業では、N 行 M 列って書いてあることが多いです。必ずじゃないです。で、N と M を意味っていうのは、データサイエンス的にやる場合にはもちろんちゃんと意味がついてるんですけど、今とりあえず単に数学なので N 行 M 列の行列があると思っています。でまあ、典型的には、例えば行が紙面で、列がいろんな科目の点数とか、ね、センター入試の試験とか、そういうのを想定してもらえればいいと思います。で今の言い方だと N の方が人で M の方が属性になってますけど、あのN の方が属性で科目で M の方が人になってる場合もあるし、 N と M をどっちを変数にしてどっちを人にするかっていうのはもちろん決まってるわけじゃないです。でまあ、行列っていうのは大体人間パッと見ても分かんないので、なるべく少ない自由度で、理解したいというふうに思うので、僕ずっと昔にこれもうちょっとあの自由度落とせないよっていうことを考えた人がいて、それが行列分解なんですけど、行列分解っていうのはここに書いてあるんですけど、元は N かける M なんだけど、これを、L っていう N や M よりももっと小さい次元の行列の積で表すと、こっちは n×m あるけど、こっちは n×l 足す l×m になるから、例えば n と m のうちどっちかが非常に数が多いと全体の数はすごく小さくなるので、理解がしやすくなるってことで、こういう分解しますっていうのは、散々やられてきました。それでこの l っていうのはどういうものかっていうと、L は行列のランクって言われていて、まあ、ランクは学部で習ってるから皆さん知ってると思うんですけど、この行列を、行ベクトルあるいは列ベクトルの集合だと思った時に、独立な行ベクトルあるいは列ベクトルの数が
A ランクになっています。で、この XIJ っていうのを、列方向に分けてやって M 本の N 次元の列ベクトルですね。これはあの RN っていうのは N 次元の実数ベクトルっていう意味なんですけど、で J が1から M っていうのがあった場合、このランクの定義が、独立な行ベクトルや列ベクトルの数なので、当然独立なベクトルは L 本しかありませんから、本当の実際にある M 本のベクトルですね、これは、L 本しかない別のベクトルの線形結合で表せるので、まあ、必ずこうかけたここが L なわけですね。でこうかけたっていうことは、こちらの C の方と U の方をそれぞれ、行列だと思うと、ここちょっと JL って書いてる時のここの、こことちょっと一致してないんですけど、こっちが ULI だからこっちが U になってて、こっちが C になってて、しかもこれ JL って書いてあるから、この J は1から M だから、これ本当は書かれてる、これ、行が M で列が L の行列になっちゃってるから、まあ、この CJL と ULI っていうのは無理やり書くと、まあ、こんな点値点値みたいになっちゃうんですけど、まあ、ともかく、こちらは L×N の行列、こちらは L×N の行列っていうことで、まあ、こういうふうに書くことができますってことなので、このことから、必ず、N×M の行列のランクが L だったら、たかだか L の行列の積でかけるっていうのは、これは回数の定義から自明なんですね。で自明なんですけど、こういうふうな分け方は当然一位性がなくって、ここで独立なベクトル L 本何でもいいよってことになってると一位性がないので、もうちょっとなんか、ある基準を設けて、こういう基準を満たす分解を1個にしたいっていう風にか、でいろんな分解があるんですけど、僕の主に使ってるのはこの特一分解ってやつで、これは結構汎用性が高い分解です。でどういう分解かっていうと、まず、これ行列が2つじゃなくて3つになってて、なぜかっていうと、この U と V の方は列ベクトルを単位ベクトルにしちゃってるんですね。さっき書いた、さっきここの ULI っていうのがここに出てきてて、係数が CJL だったんですけど、まあ、CJL の方を、慣習的に V って書いてあって、U と V にしちゃうと、要するに、こうしちゃうと、こっちをなんか A 分の1にして、こっちを A 倍にしちゃうと、任意性が残っちゃうから、それを消すために、U とか V っていうこの、ULI とか VLJ っていう、これが ULI の方は、ここに書いたみたいに、N 次元の、これ横ベクトルになっちゃってますけど、N 次元のベクトルが L 本で、こちらは M 次元ベクトルが L 本なんですけど、L 本のベクトルは、ここに書いてあるみたいにお互いに直交しているという条件にすることによって、絶対値が1っていうことにして、この重みのところは別に分けることによって、なるべく一位性を減らすと。でこうやっておくと、このラムダ L っていうものですね、何番目のベクトルが、どれぐらい重み持ってるかっていうのは、後で見るように一義的に決まるので、非常にユニークな分解ができます。で、ここで、この U とか V は正方行列じゃないので、直行行列っていうことはできなくって、列直行っていうんですけど、これ、実際には、L×N って書いてあるから列じゃなくて行直行なんですけど、まあ慣習的に、普通は縦ベクトルの方を、ここで書いたみたいに縦ベクトルの方で考えるので、だからこれは本当は L×N って書いた方がいいんだと思うんですけど、まあ、専門用語的には列直行って言って、N ベクトルが L です並んでるっていうふうに、書きます。この辺だからいろいろちょっと、ですね、表現がなかなか錯綜してて、こういうふうに書くときは、L 番目のベクトルの、L 番目のベクトルの第I 成分ってこう書くんだけど、列直行っていうってことは、本当 IL って書かなくちゃいけなくて、なかなか
こっちで書いてる時の、L と I の順番と列直行っていう時の、列と行の関係があんまり整合性がなくてですね、それはあとでやる転送でやる時だとこっちの順番で書いてることが多いんですね。要するにそのベクト L の方が何番目のベクトルかって番号で I が成分なんですけど、転送の方に行った時はこの順番で書いてあることが多くて、行列の時は列直行って言ってこう縦に並んでるふうに書いてることが多いので、ちょっとその辺今日は転送の授業をしないといけないので、行列の時からこう書いておきますけど、この辺だからこれが L かけ N なのか N かける L なのかっていうのをあんまり気にしてると頭が混乱してしまうので、この L の方はベクトルの数で N とか M の方はその成分、例えばさっきの例だと N の方は人の人数で M の方が科目だと、だから順番をあんまり気にすると後で点数に行った時にわけが分かんなくなっちゃうので、この行列でこう書いてる時のこっちのどっちがどっちっていう順番はちょっとあんまり気にしないでおいてくれると嬉しいんです。行列がついてる時には普通にこれ N とか L にしておけばいいんですけど、転送に行った時にみんなほぼみんなこう書いてあるので、そこ行っていきなり逆にするとかえって混乱しちゃうから、今日は転送まで行かないけどこう書いてありますけど、ちょっとこれとこれだからちょっとあれですよね、ここに列直行って書いてあるのにここは行直行になっちゃってるから混乱してるんですけど、まあちょっと即一行列だけの時は列の方がベクトルになって列直行って書いてあるので、ここで行直行っていう言葉を導入すると即一文化の教科書にどこにも行直行なんて言葉が出てこないから、後で読んだ時に何言ってたのかなくなっちゃうので、その辺どうしてもちょっと混乱が起きてしまうんですが、ちょっと今日は転送まで行かないといけないということでちょっと勘弁してください。なので、この授業だけ極力 L とかいう方が、その何番目のベクトルで I とか J っていうのがその点数とかサンプルの添え字だっていうところを動かしたりしますから、ちょっとそっちで理解してもらってください。ちょっと申し訳ないです。即一文解ちゃんと分かってないと思うんですけど、即一文解っていうのはそれ書いてる通りそのラムダのやつは1につながるけど、そうですね、その U と V は1につながらない、まあ、特にその VL とかが、はい、その縮大してるとこれ後でやりますけど、はい、固有ベクトルを求める操作になってるので、はい、固有値が違ってれば大丈夫なんですけど、はいはい、縮大してると一気には決まらないんですよ。だからそう、はい、それがあって決まらない。そうですね。逆にそこも決まる場合はその縮大してない場合、縮大してなければ固有ベクトルなので大丈夫だと思います。それでこの特異文化のいいところは L' を L よりも小さい L' を打ち切っても最適の近似っていう最適の近似って意味だから、これ、適当な L' で、打ち切るとこの XIJ と違うものになるわけですけど、その、適当な L' で打ち切った時のできる行列と元の行列との事情差の事情みたいに取った時に最小だっていうことを保証されているので、だから下の方から、L を取って L' を取っていけば最も誤差が少ない近似になってるってことを保証されているので、そういう意味で非常に都合のいい性質を持っているので、まあ、工学の分野とかで対応されている。で、なんか僕はその、これ大学の1年生の線形出してここでやった方がいいんじゃないのって最近思ってるんですけど、なかなかそうはなってないですよね。多分いずれ最近はその1年生の線形代数の授業で特異文化になるようなやつも売られ始めたから、多分10年ぐらい経ったら今機械学習が流行ってるせいもあって1年生のうちに線形代数特異文化やりましょうってなると思うんですけど、今はまだやられてないので大学院の授業でやってるっていう情けないことになってますけど、まあこれ多分学部1年生でやるような話なんですよ本当に。でこういうふうに分解できるっていうことを仮定しても矛盾はないっていうことを示す。ちょっと計算までガチャガチャしてるんですけど、さっきも言ったんですけど、これは対角化固有値ベクトルの問題に持っていくことができるので、どういうふうにするかっていうと、この xii' っていうこれは元は n かける m なんですけど、これを、かけて、m で
方で和を取って n かける n の行列にするっていう作業をします。そうするとこれ n かける n の対角行列で対称行列になりますから、絶対、こういう値が存在して対角化できるので、それとさっきのこの分解がどういう関係があるかというのをこれから示すんですけど、これは XIJ というところをさっきの U と V の積和と表したのをかけただけです。これこことこの違いっていうのは、ここが I' になっているのと、あとこう同じ L で和を取ると分からなくなっちゃうから L' で和を取ってるっていうだけですね。なので前に J の和が残ってますけど II' になってて、この NN が II' で、ここのところは XIJ の L の和で、こっちの方はもう同じ、添えていくと分かんなくなっちゃうから L' にして和を取ってるっていうふうになってます。でそうすると、こう先にこう J の方で和を取ってやるとこれが出てくるんですよ。でこれ L と L' なんですけど、ここは、L と L' っていうのは後で示すけど、その固有ベクトルのなので直行しているので、ここはデルタ関数になるので、このどっちかの L で和を取ってやると、この L' の方が L になってこれに戻るよっていうことで、まあ、何のことはない XIA' っていうのはこの I の方の固有ベクトル の、何積っていうのか分かりませんが、掛け算の和で掛けるというふうな簡単な表現になっていることが分かる。でこれを使う と、U が、固有ベクトルになってるってことが分かるんですけど、U が固有ベクトルだってことを示すためには、この XII' って L かける N の行列に L 番目のベクトルをかけてやって、それが U 定数倍だっていうことが分かればいいんですけど、それは今の式を使って示すことができて、ここに、まあ、これを入れてやるとこの XI' とかはここの部分になるんですけど、またさっきと同じ先に N の方で和を取ってやると、こことここに、L' あ、すみません、I があるんですね。あ、I' か、I' すみません。こことここに I' があるから、こっちの I' の和を先に取ってやると、またデルタ関数が出てくるので、L を取ると ULI が残るということで、これは L 番目のベクトルが、この XII っていう N かける N の行列の固有ベクトル立ってるっていうことを、なで対象行列の固有ベクトルですから、ラムダが違うが唯一無二でユニークに決まる。で実際特異値分解っていうのは、この XIJ に対してお互いに直行していて、かけたらラムダ L の重みで、かけると元へ戻るっていうふうに作られてるんですけど、実際に計算するときには数値計算上はこのこういう行列を作って対角化するっていうことでベクトルを求めるっていう方法で解かれています。で次、今度 V の方なんですけど、これほとんど同じで、さっきは J で和を取って N かける N にしたんですけど、今度は I の方で和を取って M かける M にするっていうだけです。で全く計算が対象なのでもうやりませんけど、さっき、JJ、あ、さっきは II' で出発したらこれが、U っていう I の方の固有ベクトルの積和でかけたんですけど、全く同じ計算が成り立って、JJ でやっていけば最後、今度は J の方の固有ベクトルの V の積和でかけるっていうことができます。まあ、ここはもう全く同じなので繰り返しませんけど、で次のページも全く同じで、さっきは、XII っていう N かける N の行列の、固有ベクトルが ULI ですっていうのを示したんですけど、同じように VLJ、 今度は M かける N の行列の固有ベクトルが VLJ になって示してるんです。これの計算も全く同じなので繰り返しませんが、最後これに、なのでラムダ NVL は XN の固有値固有ベクトルになってるってことで、つまりこの固有ベクトルは違うけど、固有値は、行の方で対角化しても列の方で対角しても同じだっていうことですよね。なので、こういうやり方で XIJ が与えられたら、N×N の行列を作って対角化するっていうことと、だから J×J
あの M かける M の行列と対角するっていうことで、それぞれ U と V がまとまるので、これで、まあ、固有値がバラバラだったらこれで U と V に決まりますっていうことですね。で、はい、何でしょう。ごめんなさい。多分レベルの低い。いや、そうなんです。全然分かってないんですけど、前の初っ端のこのスライドの、はいはい、普通の XII ダッシュイコール右辺のこの初めの式が僕は分かってないんですけど、はい、ここですね。で、X っていう行列があって、I 行 I ダッシュ列は、こんな掛け算で表せるっていうのは、そもそも何だこれ、XII ダッシュの定義はこれです。あの、いやごめんなさい、なんか間違ってます。XII ダッシュの定義がこれ。XII ダッシュっていう行列を作ったんです、ここで。あ、じゃこれ、X。XII とは違う行列なんです。そうそう、違う行列なんですよ。足が違うわけじゃなくて、行列として違うんです。XII だし。ただ記号が変えたら分かりやすい。あ、そうか。ああ、なるほど。すいません、私が悪かったです。X と書く意味じゃなかったですね。YII ですと書く意味。イメージとしてはデータの行列があって、共分散とみたいな。あ、そうです、そうです。ああ、分かりました、分かりました。早速失敗しちゃいました。同じ X って書いちゃいけなかったですね。すいません。私が悪かったです。あの計算がちょっと、はいはい、わからないと思います。あ、ここなんですけど、その1項目から2項目に、うん、こうですか、変形するときに、うん、そのラムダ1、ラムダ L か、ラムダ L になっていると思うんですけど、なんかさっきの1ページ前のスライドの中、ラムダ2乗が出てきてるんですけど、それどこに2乗じゃないかなって思ったんですか。そうそうです、2乗です。あ、2乗なんです。そうです。待ってください。事情とでも、あ、そうです。事情ですね。すいません。いろいろ間違いがボロボロに出てます。すいません。そうです。事情です。申し訳ない。いろいろダメなところがいっぱい出てきちゃいました。何でもかしちゃったのか。大変申し訳ありませんでした。そうです。失礼しました。ごめんなさい。いろいろ間違い。すいません、こういう間違いがいっぱいあるので何か言ってくださいよ。皆さんが分かってないんだけど、僕らが間違ってるっていうことが結構多いので、これでバレてしまいましたが、申し訳ないです。あとどっかなんか間違ってたら言ってます。あ、これ、この資料は、ここからダウンロードできます。スラックで、スラックでも共有してますし、授業のあのシラバスでも共有してます。何ですか、講義資料こっちのプレゼンテーションに。あ、プレゼンテーションこっち。本当？あの身内ですけど、うちのスラックでも、数理の合同スラックでも一応共有してます。いろいろあのスライドでミスがあるとか前しかいましたけど、こんな程度なんで、なんか質問があったり、大体皆さんが分からなかったら僕が間違ってるので、恥ずかしいミスをしてしまいました。すいません、はい、ちょっといいですか。はい、あのいや、間違いとかではなくて、なんか思想のことをちょっと聞きたくって、はいはい、なんかこの行列、結局だから、共分散を取るような話であれば、うん、もう大文字の表記のときに、X に X の点値かけてっていう風でギリギリってやったらなんか VT と V がかけたら単位行列になるからっていう話でやってったらダメなのかなとちょっと思ったんですけど、あ、最初からこっちの右側の表現を使うっていう、ただなんかそれをわざわざこっちの書き方でやってるっていうことは、なんかこの後こういう表現になるって言っておいた方がいいっていうことなのかなと思ったんですけど、まあ一つはだからあの転送まで行くときに行列で書いてるとそこは難しいところなんですけど、あの、普通の教科書は転送を全部行列に直してからやってるんですね。そうすると行列を、あ、転送の行列を直すっていう記号をすごいたくさん導入して全部行列の計算しないといけなくなるんで、後で転送まで行くっていうことを考えると、セーブじゃなくて行列全部やっとくとかなり悲惨なことになるんで、ちょっとこれはこういう書き方は確かに行列書いたら分かりやすいんですけど、後まで転送に行くと思うとこっちで書いとかないと多分悲惨なことになるんですよ。だからおっしゃる通り、行列で終わるんだったら
最初からもうこの表現で通した方が絶対いいです、うん、ありがとうございます、はい、すいません、なんかいろいろボールが出てますが申し訳ない。あと何か他にミスがあったりとか、この程度の何か情けない感じなので、で、N かける N と M かける M の行列の固有値固有ベクトルで求まるっていうことは分かってたんですけど、実際には、今は N かける N と M かける M 作ってやるよっていう話をしたんですけど、実際にはそういうことはされてなくって、なんでかっていうと、例えば U が求まったとしたら、これに XIJ をかけて、ワードってやると VLJ になる。これもだから行列の、表記のままやった方が分かりやすいって言ったら分かりやすいんですけど、ここのところに、まあ、これを入れてやって、さっきのこれ特一分解のあと入れてやって、和を取ってやるとまたここに、デルタ関数が出てきて、で和を取ると VLJ になりますっていうことが、分かるので、ということは、この VLJというのが、これだということを考えると、VLJ をこういうふうに、定義しておけば、U だけしか求まってなくても、M×M の行列の、こういうベクトルになってるっていうことが分かりますから、だから どっちか片方だけやったら、まあ、これだからこっちが V だったらこっちが U になる、でここの和が J になるわけですけど、要するに数値計算的に、まあ、N と M のどっちかがめちゃくちゃ小さい場合には、小さい方の行列の、対角化で、答えを求めておいて、大きい方はこの式から計算するっていうことにすれば、計算量が非常に少なくて済むので、そういう意味で特異値分解っていうのは、N と N の数が非常に、ずれてるときには非常に計算量が少なくて済むっていう意味で、数値計算的には結構有利なアルゴリズムになります。でそういう人もあって、これはよく使われてるんです。で、話がややこしくなるんですけど、今指摘があったように行列で書いていけばいいんですけど、このままだ と列直行っていうことで、U や V が対角行列じゃ直行行列なくなっちゃうので、まあ、これ全く便宜上の問題なんですけど、U とか V をこう N かける M とか M かける M にしたいために、こういうところに、無理やり、0を入れてですね、こういうふうに広げとくっていうことがよくやられてます。これは後でそういうことをしとかないと計算が面倒になるっていう場合があって、ちょっと後で出てくるんですけど、ここのところを例えば仮にここを埋めちゃったとしても、ここの L のところを残りを0にしておけば計算が同じになるんですよね。なので、ここの残りのところを、この U っていうのは、さっきも言ったように元のこの、N かける M っていう行列のうち独立な L 本を使ってるんですけど、次元的にはこう N 次元あるわけだから、L かけるN かける M で M 本しかないから M、 あるいはランクが L だから L 本しかないんですけど、もともとは N 次元だから、この最初の L 本と直行するのを無理無理作ればこういうなんかつけることができるので、そうするとでこの値があるところ以外は全部0にしておくと、書くことができるので、そうすると、ここにこう、残りのこの N-L のところに最初の L 本と直行するような行列を無理無理作って入れとけば、この U やこの、V の方が N×N と M×M になるので、列直行とかいう面倒くさいこと言わなくても直行行列だっていうことができるので、計算上は、ここのところに固有値のところにここ以外ゼロだから、この式は変わらないんだけど、
無理やりこの空いてるところにこの、直行しているベクトルを並べておけば、この計算自体は成り立つんですね。でさっきその、特一分解には一致性がないですって、言ったのは本によってはこっちのことを言ってる場合もあります。だから、ここゼロが入ってるのでこれは一致性がないですっていうのはどうかなと思うんだけど、ゼロが入ってるんでここの残りの N-L のところは何言ってもいいので、こういうふうに直行行列で書いちゃった場合には、N×N で M×N でこのラムダの行列を N×N にしといても書けるんですけど、その場合にはこの、残りのところは何を入れてもいいので、そういう意味で一致性がないって書いてある方法もあるみたいです。でただ、ここつけとかないとその列直行って言って、どっちか UTT か UUT かどっちか片方は直行行列、直行演算ができなくなっちゃうので、その便宜のためにここを入れてるっていう場合はよくあります。なので、それはあと消滅使うことはあるので、ちょっとどっちで定義するかっていうのをその都度言いますけど、特一分解っていうのはそういう意味では割と工学的な使われ方がよくしていて、この前はなんかそのさっき言った1年生向けの最近書かれた特一分解の教科書って読んでたらなんか混乱してて嘘が書いてあって、なんか著者の人も間違ってますって言ったんですけど、まあ、この辺なんかちょっといろいろ特一分解を N×N で定義するのか N×L で定義するのかっていうのはなんかあんまり決まってないらしくって、ものによっては N×L で定義しているのに列直行だけじゃなくて行直行も仮定しちゃってる方になっちゃってるのもあるみたいで、結構その辺やっぱり学部の1年生で教えられてないだかって雑な感じです。でなので、先ほど言ったその特一分解が一致性じゃないっていうのはこっちのことを言ってる本の場合もありますね。なんかそれこうゼロなんだから意味ないじゃんと思うんだけど、でもここ入れとかないと U が直行行列だっていう条件消えちゃうからわざわざ入れてるという場合もあるみたいです。で、ちょっとこのメンツにこれをやるのはちょっとアホみたいになります。はい、どうでしょう。はい。2つの表現があるというんですけど。はいはい。なんかメリットがあるか。メリットだから、こうしとくと、点字行列も直行行列になるので、証明するときに、楽になるんですよね。そうやって場合分けが必要になって話がややこしくなるんで、なんか数値計算上のメリットはない。数値計算上のメリットはないと思います。ただだけど SVD っていうのをなんかなんていうんですか、その数値計算のモジュールで計算すると特位値が0のところにベクトルが入って戻ってきたりします。どうやって入れてるのか分かりませんけど、シミットの直角なんか適当に作ってるのかもしれませんが、そうしないとその、転置したときに直行じゃなくなるから。わかりました、はい。で、このメンツにこれをやるのはちょっとアホみたいな気もするんですけど、この1、2、3、4っていうこういう行列を、仮に特一分解するとどんな感じになるのっていう例なんですけど、数値計算、数値でやっちゃってるから、ちょっとわかりにくいと思うんですけど、まあ 2×2 なので、これは正方行列だから、2×2 なのでこことここが直行してるっていうのは、これこっちがマイナス 0.5 なのでこっちがマイナス 0.85 なのからこういうふうにかけて足したらこれ掛け算したら絶対値同じ符号逆だから0になるから、これが第一公用ベクトル第二公用ベクトルですけど直行してるのは明らかで、こっちも第一公用ベクトル第二公用ベクトルで、掛け算が直行してるのは明らかで、まあこれ事情して1だっていうのはやってないですけど、まあ、0.57 が大体 0.6 の事情 0.3 ぐらいで 0.80 とか 0.64 ぐらい大体足したら1になってるって分かると思うんですけど、まあ、こういう感じの分解になって小位置が 5.46 で第2小位置が 0.37 みたいなこういう感じの分解になります。でこれは何やってるかっていうと、単にこれ計算したら元戻ってますよってやってるだけなんですけど、 X11 っていうのは、これかけるこれということなので 0.57×0.40 と 0.86×0.91 でやって、でこの固有値をかけてやると 0.972 ぐらいなのでこの1が出てますよねみたいな検査を全部やってるっていうだけですね。でだから特異値分解ですとこんなふうに、まあ、これ 2×2 ですけど
長さ1で直行するベクトルが出てきて、でこういう値がある。でもこれ見てもらったら分かると思うんですけど、この 5.46 っていうのが非常に重みが大きいわけで、これ特一分解っていうのは、こういうふうに分解されてるわけですから、これこのラムダ L っていうのが重みになってるわけですけど、見てもらうと、これ重み的に言うと 5.46 と 0.36 だから、まあ、90% 以上あの第一ベクトルの積で表されてるっていうことなので、要するにさっき言ったみたいにその L' で打ち切った時に非常に良い近似になってるっていう意味で 2×2×2×2 なんだけど、その、このベクトル第一ベクトルの掛け算だけで、ほとんど、まあ、だからこちらの式でいうとここだけですね、ここだけでほとんど表されてるっていうようないい近似になってるっていうことが分かるので、まあ、工学的にはあの非常に、いい近似としてよく使われてるっていうことですね。で、皆さんは多分特異値分解よりも主成分分析の方が非常によく知ってると思うんですけど、主成分分析と特異値分解は何が違うかっていうと、単に、あの先ほど分散共列って言葉が出ていましたが、特異値分解は平均ゼロにしてないから分散共列になってないんですね。なので、特異値分解は分散共列になってないんですけど、これは両方向っていうか列方向っていうかなんだけど、一つの列に対して平均ゼロになるように、しておけば、これは、主成分分析と。だけどその分散共分散ってことが出てましたけど、これを分散共分散にするためには平均がゼロじゃなくちゃいけなくて、平均がゼロの変換してから特異値分解すると主成分分析になって、で主成分分析っていうのは、これまあ例えば二次元空間にこういうふうに、点がばらついてる時に一番伸びてる方向を表現してるんですけど、なんでかっていうと、一般的には分散共分散行列で考えるときには、これは、全分散って書いてあるんですけど、これはあのそれぞれの、J あこれ、まあ、列ベクトルだと思った時の、分散ですけど、J 番目の、ベクトルの分散が、こういうふうに、書かれると思うんですけど、この XIJ っていうのが、まあ、全分散あの N 倍とか N 乗倍とかもこれ定数倍が、まあ、無視されちゃってますけど、これ平均が、これでそこから値を取って事情を取って和を取る、まあ本当は分散が N 分の1とかついてなくちゃいけないんですけども、それは、その定数倍は、まあ、無視されちゃってますけど、それを全ての成分に足したものっていうのがこの値ですけど、ここが0になるように、もし変換してからやってると仮定する と、ここっていうのは、これがなくなるから単に XIJ の、事乗っていうふうに書けるんですけど、それをさっきの特異値分解またこれ本当は行列でやった方がまあ楽なんですけど、で入れてやると、この XIJ の事乗の和っていうのは実は固有値の、事乗の和にちょうどなってて、まあ、これの計算を、真面目にやらなくてもいいのかもしれませんが、XIJ の事乗は、こういうふうに、これ単にこことここをそれぞれ別の L の L と L' の和で書いただけで、こう入れてやってさっきの計算をしてやると、ここに書いてあるみたいに、この L' の和を取り出して I と J と M の和を先に書いたとデルタ関数が出てくるから同じ段階の事情になりますよということで、この固有値の和は、全分散等しい、まあ、これ全分散 N 倍、まあ、N のファクターは無視されちゃってますけど、で最初の L より小さい L' で打ち切った
ときに、まあ、固有値をとりあえず項順に並べておいたとすると分散が最大になるような、低次元の表現になってますから、ということはこれは、二次元空間で、ラムダ1の方向の軸を書いてるわけですけど、ラムダ1の軸っていうのは、二次元空間である一次元を選んだときに、分散が最大になるような方向になっているので、こういう主成分分析っていうのはなんかこういう広がった一番伸びてる方向になってますよっていうのはこの、特一分解と平均が0の時に特一分解になっているのを使うと説明されます。で、2番目は、これ今度それぞれベクトルが直行してますから残りの空間っていうのはこの、まあ、高次元空間のこの空間に直行した方向でまた一番分散が大きい方向が選ばれていくので上から順番に取っていけば分散が最大の低次元表現が見つかりますっていうことでなので主成分分析っていうのは低次元の高次元の次元を低い次元の分散記事する最もいい方だということがで、もう一個の、意味として、ここ一応、VL 方向への遮影っていうのを、今口で言ったことを計算してあるんですけど、まあこれはいいですか。で、別の解釈としては今度は、まあ、これ同じことなんですけど、こっちの次元のに遮影が大きいというふうに考えるんじゃなくてこの残差が最小だというふうに考えることができて、まあ、これはほとんど自明なんですけど、全分散が、このラムダ L の事情で書かれてるんだから、L' で打ち切ったら残差っていうのは L' プラス1番目から L 番目までの固有値の和になるんですけどそれがだからその例えばこれで考えるのはこっち方向ってことですけどこっち方向の分散を最小化してるってことが言えるんですけど全分散で選んだ空間への分散の量が最大ってことは残りは最小に決まっているのでここに書いてあるみたいに、L よりも、ある L 次元の空間っていうのは M 次元の空間を表す、まあ、誤差最小の M 次元空間だと見なす。だから、主成分分析っていうのは、その一番伸びてる方向を選んでるっていう解釈とそれから選ばれてない方が誤差が最小っていうところ解釈と、まあ、両方あって、まあ、どっちで言われてもどうかなんですけど、まあ、どちらと言われてることもありますが、まあ、そういう科学的な表現ができるで特殊分解の場合は平均ゼロにしてないので原点からの距離が残っちゃってますから、特殊分解した方向はこういうこういう表現じゃないですか、こうなってて一番伸びてる方向というのはなってないのでそれは本質的には違います。で、ここまでは、やっていくとは、回数 L の行列は L 次元の特一分解で必ず表現できるということとそれから主成分分析っていうのは、このこういうただ平均というのをした時の、こういう超えベクトルの問題と等価だってことと、あ、むしろ主成分析は列平均が0の特一分解だってことと、それから特一の二乗は分散に等しいと、これは平均値が0の時ですね。で、あと主成分析が最も良い L 次元への遮影を与えるっていうことができました。ここまで一応区切りなんですけど、何か質問ありますか？ここまでは特に。はい。特一分解実際に使うシチュエーションっていうのは、主成分分析使うシチュエーションでたくさん
さん、はいはい、得意値分解の方を使うシチュエーションっていうのも結構あるんです。指数分分析と得意値分解の違いっていうのは平均ゼロを取ってるかどうかなので、平均ゼロを取った方がいい場合には指数分析がありますけど、平均ゼロを取らない方がいい場合には得意値分解を使わないといけないんですけど、その問題、元の問題がどういう問題かによっちゃいます。後者のシチュエーションっていうのがあんまり思い浮かばなくて、普通にその、何ですか、ね、よく指数分析で一応的にやるのをよくイメージできるんですけど、得意値分解を使うシチュエーションって、まあ、よく画像とかは、画像を圧縮しますからっていうのが、その教科書的に書いてあるんですけど、うんうん、そういうのが。まあ、画像を平均ゼロに取っちゃったら値が変わっちゃうから元へ戻らないですよね。でもそれ平均さっぴーってやつは後で足せばいい。もちろんそうです。もちろんそれはそうです。だけど、あの表現として同じ表現にはならないですよね。表現として同じ表現にならないですよっていうのはちょっと話が曖昧な感じですけど、その方法が残っちゃったら、ちょっと白紙を作ればいいんだな。新しいページを作って、だから例えばこういうふうに、データ点が分布してて、それで、軸がこうなってるっていう時に、得意値分解だとこっちの軸が選ばれちゃうんですよね。だけど指数分析したらこういう軸が選ばれちゃうので、あの平均を0に取ってから選ばれる方向と平均0を取るまで選ばれる方向は違うんですよね。だから今その質問が出たみたいな写真の再現みたいなことをやったときには、第1固有ベクト、第2固有ベクトを取ったときに違う方向が選ばれちゃいますから、平均足したときにいいかどうかっていうのは結構微妙です。で、一般的にはだからそのこの値自体がその RGB の色になっちゃってるので、そのままやった方がいいことが多いんです。こっちはそのばらつきしか見ないんですから。なので今質問があってみて、写真の時にはちょっとその話をちゃんとしてればよかったと思うんですけど、割とこの辺はあの見逃されててよく質問されるんですけど、あの平均をさっぴくかさっぴかないかって大違いなんですよ。なんだけどその辺はなんか あんまり強調されたくて、何の本を読んでも強調されてないんですが、そもそも選ばれる方が全然変わっちゃうから全く違うことやってるんだけど、なんかあんまり違わないと思われちゃってて、かなり致命的に違います。なので問題ごと選ばないと全然答えが変わっちゃいます。今のこの図で考えると、はい、だから、SVD の方に関してはどちらかというとなんか回帰的な思想で予測をしたいっていうような感じ で、はいはい、で主成分分析はやっぱり今相関の方に傾きを見たいっていうような思想というか、まあ そうですね、まあ、そういう感じに使い分ければいい。まあまあまあ、雑にはそうなんですけど、元の、問題を、考えなきゃいけなくて、あともう一つの問題は、得意値分解は行方向に分解しても列方向に分解しても一緒なんですけど、主成分分析は行平均取った時、列平均取った時には全く違う表現になっちゃうので、要するに得意値分解的に行方向の、固有ベクトル、列方向のベクトルを求めると、さっきやったみたいに特異値分解の場合は XIJ をかければ容易にお互い行ったり来たりできるんですけど、平均ゼロを行方向と列方向で取っちゃったらもう全く関係ないから別の表現になっちゃうんですよ。だからどっちかというと特異値分解の方が扱いやすい。PCA にしちゃうと、その、ちょっと具体的な話になっちゃうとあんまりよろしくないんですが、例えば、こういうふうに、
正方行列があって、こっちが、X で、あれ、こっちが T。非常にこう、分かりました。これダメだっていうことが分かったので、ちょっとズームを立ち上げよう。黒板でやるんですか？あ、黒板でやります。じゃあ黒板でやりましょう。ビデオ撮ってるから。あれ、これ上がんないのかな？あ、上げますか？上げた。こうなってて、こっちが XT みたいになってると、これが、こっち方向にチャンネルがいっぱいあって、 T 方向にデータが並んでますっていう時に、まあ、物理学者は普通はこちら方向に平均取りたがるんですけど、データサイエンスにしたらこっち方向に平均取りたがるんですね。なぜかというと、ここが1個のスナップショットだから。で、これ列方向に平均取ったのと行方向に平均取ってた結果が全然違うから、解釈が変わっちゃうんですよね。で、この問題は結構でかいんだけど、あんまり強調されてない。で、 SVD の場合はそっちの問題がないので、多分データサイエンスっては特異次分解使ってる方が多いかと思います。で、はい、どうぞ。PCA の場合だと、平均をゼロにするっていう。平均ゼロ操作しちゃうと、両方向に平均取ったのと列方向に平均取ってて違う結果になっちゃうんですよ。そうです。T って、例えば時間とかだったらっていう意味で平均取るのと、その別のドメインなんですけど、ところでは意味が違ってくるから。そうです、そうです。特異分解だとそういうことしないから、さっきの U と V が行き来できる。そうです、容易に行き来できるので、はい、解釈に一時性がないんですけど、はい、PCA にしちゃうとそこが一時性がなくなっちゃうから。要するに先ほど質問があったみたいに、 PCA は解釈に使うんですけど、はい、結果が違うから解釈に使おうと思ってるのに違うが出てくるので結構面倒なこと。いや、それ実際非常に大きな問題なんですけど、はい、他に何か質問ありますか？やっぱりだから、その多分学部で、あんまり特異次分解とかやらないのは、さっき見かけにやってみせましたけど、高次元やらないと特異次分解はあんまり意味がないんだけど、学生にいきなり高次元とか演習させられないから、 100×10 の行列を分解しましょうとか言うと手ではできないし、コンピューター習ってないしみたいになっちゃうから、さっき言ったその1年生から特異次分解を勉強進ませた教科書は Python を並行して並べるような作りになってるんですね。だから一番最後になんか画像の分解しましょうとか言って終われるんだけど、その 2×2 の計算しかできない人に特異次分解の意義とか解いても意味が分からないから、それでやっぱり1年生で教えにくい。で、すいません。で、テンソルの話になります。で、テンソルっていうのは物理でもすごいいっぱい出てくるんですけど、テンソル分解っていうときのテンソル全然違うんですよ。で、物理テンソル、例えばこれ応力テンソルとかだと XY 平面上の Z 方向の応力っていう意味で、まあ、こんな書き方をする、あるいは一般相対論とかもですけど、まあ、一般的に相位置は XYZ って座標で実数値で、で値も実数値っていうのが多いんだと思うんですけど、だから空間上の任意の場所のテンソルの値はいくらいくらですって話をするんですけど、いわゆるテンソル分解っていうとテンソルはそうなってなくて、単に IJK になるだけなので、これ離散点なんですよ。
で、値は実数だけど、それ以上は自然数で、で、あの1分12は意味がない。こっちはあの XY テクトから、あの自由にもちろん意味があるわけですけど、テンソル分解の XIJK の数字には意味がない場合が多いです、まあ、さっきみたいに時間だったら順番がついてるんですけど、一般的にはさっきの例みたいに学生の名前と成績みたいに立ってるから、うん、学生の順番とか国語算数理科社か意味なんかないから、一般的に IJK に何も意味がないので、まあ、行列の高次元版だと思います、うん、でテンソルっていうのは単にそれだけなんですけど、話がいきなり難しくなってですね、あの例えば特一分解だったらもう行列を、L 次元の空間に遮蔽した時の裁量は特一分解って分かってるんですけど、テンソル分解は一般的に低次元に分解した時に何が裁量だか全く分かんないんですね。でしかもあるテンソル分解いろいろ流儀あるんですけど、ある一つのテンソル分解を固定したとしても何が裁量かは理論的な説明は何もないです。で、なんか僕もあんまり基礎の方は勉強してたんですけど、1次元で近似した時の、分解だけは裁量のものがあるっていうことが知られてるらしいんですが、他の時には、2次元以上になったら何が裁量かっていう証明は一般的にはないらしいです。で、ちょっと前まで自力で特異値分解をテンソル分解を勉強しようと思うといいものが何もなくてすごい苦労したんですけど、去年いきなりなんか何なんですか、流行ってきたのかなんか分かんないけど、いきなりこうなんか日本語の読みやすい資料がバッとバッと上がってきて、これは露崎さんっていうこの人のバイオヒマティクスしたんですけど、なんかテンソルで、ね、すごいずっと研究してる人で、なんかバイオヘムテクス学会は、東大の岩崎先生っていうこの若い人が会長をやった時に、なんか日本の学生は英語の文献読まなくちゃいけなくて不利だからとか言って、日本語のなんかレビューシリーズを立ち上げて、うん、JSBI バイオフツクレビューっていうのを考えて、これちょっと査読もあるんですよね。で一応が、まあ、あんまり日本だと理系で日本語の査読論文っていう体じゃないんですけど、それ立ち上げて、うん、日本人向けにやりました。でそこへ露崎さんがその4回分テンソル分解の話を書いてくれたので、これはかなり網羅的なので、これを読むとテンソル分解については僕の授業なんか受けるよりもよっぽどすごいがっつり書いてあります。でそれから、たまたま偶然なんですけど、露崎さんを去年うちで集中講義で、やってくれたのがその統合 TV で動画で上がっているので、これもこれを全部読むのは大変だって人はこれを聞いてもらえばいいかな。でそれから、これは分野違ってほとんど機械学習の専門家の人は割と若い人なんですけど、今准教授ぐらいかな、この人が去年見るっていうその画像処理の機械学習の研究会でチュートリアルで呼ばれて、それはスピーカーデックに上がってるんですけど、これもかなり読みやすくて、なんかいきなり去年おととしぐらい日本語に読めるテンソル分解で分かりやすい本が、出たので、今ちょっとなんか若い人がテンソルちょっと勉強するには急に楽になったなっていう感じがあるので、ちょっとこの講義を聞いてテンソル分解興味があったって人は、これ本当にテンソル分解のことだけ書いてある文献なので、ちょっと読んでみるとすごく勉強しやすくなったなっていう感じがします。一応ここに QR コードは貼っておきます。後でダウンロードした人はここから取ってみてもらえばいいです。で、さっきも言ったんですけど、テンソルになると、あ、すみません、入るでしょう。テンソル分解のモチベーションとしてはやっぱりさっきの行列分解と同じく無限圧縮の特徴です。そうですね、だからテンソル分解でやることによって、例えば、まあ、画像に使うんだったら動画だったら時間方向を1個増やしてやると、まあ、バカチョンで動画の圧縮ができますよね。どれぐらいいいか分かんないけど、それでその最適なものがないよく分かんないっていうのは決まってないっていうのは、うん、次元圧縮して、うん、下元々の温度の分布なんか比べたときに、
一番いい圧縮の仕方がなんかよくわかんない。そうですそうです。これは天才も行列もあんま変わらないような昔から数学者が研究してそうな気がするんですけど、どこにこの違いが出てくるんですか。天才の場合は分解が3本なので3本以上だから、要するに1個2本だと1個だけ最終化すればいいんです。結局だからある低次元空間に遮影してるだけだから、あの 1個だけ、あと、アルゴリズム出てくるんですけど、足があると足の数だけ、最小化しないといけないので、全部同時に最小化した時にそれぞれだから残りの2個を固定しておいて残りの1個を最小化するのはできるんですけど、2個同時に最小化しようと思うと非線形関数の2次元の問題になっちゃうから、どこが最小だか分かんないんです。まあ、一般的な問題ですよ。非線形な関数があってどこが最小かって、一般的には関数の数複雑だったら分かんないですよね。そういう問題、要するにコンテクストなくなっちゃうんで。あ、分かりました、うん、でちょっとさっきも言ったんですけど、点数になるといきなり記号がむちゃくちゃ難しくなって、聞いててわけわかんなくなる可能性が極めて高いんですが、なるべく分かりやすく説明するんですけど、まあ、これがあるから多分なんかみんな点数に入ってこれなくて、あの辛い思いしてると思うんですけど、すごい頭が混乱します。で、あの僕はあの割とシンプルに書こうと思ってこういうのを導入したんだけど、かえって分かりにくいかもしれません。で、記号を2つ考えていて、下付きの掛け算と上付きの掛け算で、あのいろいろ済ましました。でこれがいい方法かどうか僕もよく分かんないんですけど、例えば、X っていうのが足が NMK で、Y の方が PQK っていう風になっているとしたら、これ両方とも3回の点数なんですけど、これ K っていうところだけ次元が合ってるんですね。でこの掛け算の K ってどういうやつかっていうと、この K のところを2回使う、こういう感じです。で和を取るっていうのを、まあ、下付きのだから行列の掛け算、あの行列を A×B と B×C をかけた時の行列の演算の、まあ、高次元版みたいなものですね。 K だけ和を取って残り残すってことなので、そういう人で IJKPQ っていう5つの数字がある。でこれだけだったら楽なんですけど、転送の分解、転送の話するときにこれが足りなくって、この、K を和を取んないっていう、こういうやつだから、こっちの場合は K の和を取っちゃうから IJPQ しか残んないんだけど、こっちは K も残るっていう。でこれ次元が、あのもっと言うとどれも一致してないやつも出てくるんですけど、それはまあ後で説明しますが、こういういろんな積を全部考えないといけなくって、これが非常にあの混乱のものなので、ちょっと聞いてて分かんなくなっちゃうと思うので、もうこれみたいな感じのかなり頭がパニックな感じですが、あのすごく分かりにくいんですよ。で、まあ、攻撃はいいのか分かんないですけど、これは、K 方向には、あこれは今度 J と K って2つ一致している次元があったときに、 K 方向には和を取るけど J 方向の和を取らないみたいな風な記号は取ると、P と I と P っていうこちらで別の次元が残ってるけど、J は掛け算が残ってて K は和を取ってなくなっちゃったというふうな場合もあるし、それがただの掛け算ですよね。全部 IJPQK で全部バラバラだと、IJKPQK ダッシュが全部残ってますみたいなことも、これは全部次々出てきます。なのでかなり頭混乱すると思うんですけど、なるべくあの分かりやすい説明はしようと思いますけど。あ、すみません、はい、今の場合だったら、はいはい、この上の場合ですよ、あ、この次のやつも、この上の場合の時に、もしも掛け算の上に J がついてなかったら、右側のところは J、XIJK×Y の PJ'K みたいな。そうですね、そうです、そうです、こうなっちゃいます。J つけなかったら J と J ダッシュ、さっきの XII ダッシュみたいになっちゃいます。
そうすると、ただ次元が1個増えちゃう。そうです。だからすごくややこしいんで。で、さっきその、これ全部行列したら簡単でしょっていう指摘があったんです。その通りで、普通のテンソルの教科書は全部行列直して書いてるので、1個だけ弱点があって、そうすると、このアンフォルディングっていうんですけど、テンソルの演算を全部行列に直すんですよね。例えば、R を M かける、AR かける M かける K を、M だけ残して M と K の方はまとめて行列に直すみたいなことをして、行列演算にして全部計算しています。そうすると、何がやらしくなるかっていうと、さっきの、植え付きの K とか下粒 K でやったやつを全部別の記号を導入しなくちゃいけなくて、A 白丸 B は A と B をただかけて、これは0だとただの掛け算だから、こちらが N でこちらが M だと N かける M ができます。で、丸バツだと、これは、これが N かける K で P かける Q のとき、行方向と列方向をかけて NP かける MQ にしますっていう感じなので、ややこしいんですけど、この Z っていう行列は、行方向は I と P がランダムに混じってて、列方向は K と Q がランダムに混じってるものを、まあ、だから XIJ っていう方が PQ って書きますよっていう場合はこの記号で、でこの記号は今度は、K 方向に K が共通で K 方向に和を取るんだけど、それをさらにアンフォルディングして N、 あ、これ和を取ら、上に付けたら和を取らないで K 方向が共通だから、これですね、これですね、和を取らないで IJK の PQK 残しておいて、さらに、ここで、K だけ残して N と M の方を行にしますっていう演算を白丸で書きますとか、行列に直した演算ごとに全部違う記号で書かなくちゃいけなくて、これを、覚えないといけないんですけど、普通のテンソル分解の教科書はこっちで書いてます。で、僕はそれ嫌だったのですか、どっちがいいのか分かんないですけど、その先ほど指摘があった行列でやった方が全部簡単でしょっていうのはその通りなんですけど、そうやって徹しようとすると、新しい行列と演算をたくさん導入しないといけないので、僕は嫌だったので行列ってのは分かんないです。ただ普通の点数分解の教科書はこっちで書いてあると思います。どっちが分かりやすいのかよく分かりません。どっちが主流なんですか？主流はこっちです。さっき紹介されてた他の人のやつもみんな下の書き方。そうですね、下の書き方してます。ただ僕はなんかこの書き方をすると多分慣れてるとこっちの方が楽なんじゃないですかね、多分。ちなみに論文に書くときとかはどうされてるんですか？論文書くときはもう僕自分の流儀で強引に書いてる。で時々こっちに直せって言われるけど、別に書かなきゃいけない義理はないから。実装するときとかは行列の方が演算しやすいですよね。そう計算機で実装するときはこの行列に直してやったりするんですか？そんなこともないです。行列直してやることもあります。実際、はい、どうぞ。実装するとその、でもマトラボとかだったらなんか最初から、そうですね、マトラボ最初からあるからいいですね。マトラボ以外だと自分で演算する行列直さないといけないから、結構大変かもしれません。それ でまず点数分解が嫌なのは、これわざと3回の n かける m かける k のテンソルを全部イコールで書いたんですけど、一つのテンソルをどう分解するかっていうのは、さっきはその特異値分解っていうのは、まあ、特異値分解の QR 分解とか分解あるんですけど、それはなんか片っぽが三角形列だとかそういう違いがあるんですけど、テンソル分解は全部四角でやってるんですけど、基本的にだから行列のこういうの積だってことは同じなんですか？その理由がもういろいろあるんです。で、一番わかりやすいのは、
これです。特一分解っていうのはさっき言ったように U 方向と V 方向のベクトルを1番目同士、2番目同士、3番目同士しか掛け算しなかったんですよね。だからそれを拡張して、3本になったら3本のベクトルを、1番は1番同士、2番は2番同士かけて分解するっていうのが一番分かりやすいんですけど、でこれが主流なんですけど、これは、後で言うように致命的な問題点があって、メジャーになりきれてないんですね。で次にメジャーなのが、このテンソルトレイン分解って言って、ちょっとこの中に物理っぽい人はどれだけいるのか知らないんですけど、テンソルネットワークっていうのは物理で流行ってると思うんですけど、それは量子力の計算を、量子力の計算ってこういうハイゼンベルグ表にすると行列の演算になるんですけど、普通はこの無限次元になっちゃうんですね。こういうベクトルが、こういう関数無限化あるから、それを途中で打ち切るときにテンソル分解で低次元に落としてから打ち切ると近似が良くなるよっていうんで、量子力の計算を途中でテンソル分解をかまして、行列に直しておいて途中でテンソル分解に直して、途中で打ち切ってから、計算すると良い近似になりますっていうテンソルネットワークっていう手法が流行ってるんですけど、それに使われてるのはこれです。でこれは、ちょっと見た目が難しいんですけど、全部テンソル、テンソルを低い次元のテンソルで書くと、これは3回のテンソルなんで、行列テンソル、テンソル、行列かけるテンソルという行列になったんですけど、これ4次元だったら行列、テンソル、テンソル、行列になります。でどんなふうに分解されてるかっていう と、ここが、I、J、K で I っていうのは IL1 っていう、で L1 っていうのはさっきのこういうベクトルの数みたいなものですけど、この R1、R2 をどうするかっていうのはまた難しい問題なんですけど、もちろんすごいめちゃくちゃでかくすれば絶対合うのは分かりきってるんですけど、これを何個にするかっていうのをどうやって決めるかの問題なんですけど、まあこれイコールになるぐらい十分 R1 や R2 を大きく取ったという前提のもとに書いてるんですけど、この R1、R2 を何個にすればいいかっていうのが、さっきの特一分解の場合独立な行列ベクトルの数っていうのを調べればすぐ分かったんですけど、この場合に一体、何個取ったらいいのかっていうのがよくわかんないです。なのでこの R1 R2 どうするかっていうのがまず大体問題です。で、仮に要するに、まあ、プラクティカルに R1 R2 をだんだん増やしていってイコールになるのでやりゃいいので、まあ、決まるんですけど、決まったとしてですね、どうなってるかっていうと、こいつが R1 かける、I が N だったら R1 が N ベクトルで、ここはR1 かける R2 かける M になってて、ここが R3 かける K になってる。でそれで L1 と L2 にとって和を取るっていうことで、まあ、分かりにくいんですけど、これで言うと、ここが、L1 でこっちが L2 で、ここの行が I になってて、でこれが J で、ここが K で、こっちは L1 同士の積はこっちは L2 の積みたいになってるみたいな、非常に複雑な、もう見ただけでやる気がなくなるような表現なんですけど、こういう分解で3番目にメジャーもいいです。はい、どうしよう。その2番目の分解の仕方と、その 3方向あるうち、その端になる2つとその真ん中の L1 に打つのが分かるので、なんか対称性がないと思うんですけど、はい、そのどれをその 順番をその N、M、K のうちどれをその真ん中に持ってくるかによって結果が変わったりするんですか。変わっちゃいます。実はこの、テンソルトレイン分解っていうのは、一番新しい分解で、これが一番低次元で分解できるんですけど、なんでかっていうと順番は固定だからなんです。最初にどういう順番で分解するかを線形代数は全く無関係で決めて、人間が決めないといけないんです。で、TB 分解とかタッカー分解は順番を固定していないので、自由度が高いから低次元にできないんです。で、テンソルトレイン分解は要するに、3だったら3の階乗分の自由度のうち3の階乗分の1個しかやらないから非常に低い分解ができるんです。その代わり恣意的だから結果が変わっちゃう可能性があって、
真面目にやると例えば3回だったら6通り全部試すとかしなくちゃいけないんですけど、それこそ地獄になるから普通の人はやってないっすね。あの決め打ちでやって結果が良かったら論文書くみたいになっちゃう。もうだってもうこの1年でもみんな転するやる気はなくなると思うんですけど、あの僕の分野だと山西さんっていう人が結構有名な人で、旧工大だったんです。この4月から名古屋大に移った有名な人がいるんですけど、その人がこの、テンストルトレイン分解で論文書いてるんですけど、やっぱ決め打ちですよね、あの横軸が薬物とか遺伝子とかなんで順番決めようがないから、どうやって決めたか書いてなくて、ある順番でやったすごい、多分どの順番でやってもうまくいくからそうしてんだと思うんですけど、あのおっしゃる通りこいつは順番を決めないといけないっていう致命的な欠点があります。時間かなんかだったらいいんですけど。で、3番目にメジャー、はい、どうでしょう、はい、そこの、決め打ちっていうのはもう本当に完全なアトランダムな決め打ちなのか、それとも何かその、まあ、例えば今の薬剤遺伝子あるいは患者みたいな話になったときにここに注目したいからこの部分残そうみたいな、なんか決め打ちをするための指標みたいなのがあったりする、基準みたいな。真ん中に来たやつは一番分解が多くなるから、一番情報がたくさん入りやすいんですよ、ね、だから、意識的に真ん中のところを多くしてより多くの次元を入れようと思うこともできますが、後で例をやると分かるようにそういうことしても、もともと情報が入ってないと上の方は空になっちゃうから、まあ、後で具体でやりますけど、もし、それぞれ2次元の自由度しかなかったら結局ここを4次元にしても3次元目と4次元目はスカが入ってるだけなのであんまり意味がなくなっちゃうので、だから、だからここを真ん中にした結果ここ全部同じ2次元で書けてるんだったらラッキーで順番がどうでもいいことになるんですけど、そうじゃないとだから面倒ですよ、ね、こっち2次元しかないから実はこっちの情報が、漏れてて次元が高い方をこっちにしなくって失敗したとなっちゃってるかもしれないし、だからちょっとそこだから実は難しいです。で、物理の方の場合はなんでそういうもの起きないかっていうと、もうなんかサブラティスかローカルな格子でやっちゃってるから順番がもうならないんですね。普通はみんな1次元で貸して使ってるので、サイトの順番にこのテンストルを並べてるんで、そこも一時性がなくなったったりしないんですけど、確か一般的な場合どうするかっていうのは分かるんです。だからまあそのともかく、テンストルはともかく話が非常に不透明になって、行列だとなんかものすごくクリアなのに、3次元だと多分何もかも不透明になって、どれでやったらいいかも分かんないし、手法を固定してもどこで切ったらいいか分かんないしっていう、その地獄のような状態になるので、それがその世の中に普及した一つの例だったかなと思うんですけど。で、3番目が、タッカー分解で、僕はほとんどこれを使っているんですが、これはどういうやつかっていうと、かなりオーバーコンプリートな感じで、ここが特異値分解の時のラムダに相当するようです。ここ自身が元の X と同じ大きさの、行列になってるから、もうここ時点でもうすでに同じ、情報量を持ってるからむちゃくちゃオーバーコンプリートなんですけど、その代わりこちらの U というものを、さっきの、特異値分解の延長でお互いに直行するっていう条件で選ぶっていう、そういう制限が入ってます。だからこれ全部列直行ベクトルだっていうことにしてやって計算する。で、このこっちの、CP 分解の場合は列直行の条件普通は入れられないです。そのなんか、一般的なアルゴリズムでは列直行の条件入ってないんです。後でアルゴリズムに入れますけど。で、こっちも列直行って条件が入ってるわけじゃないから、でどれを使ったらいいかっていう証明も何にもないです。なんかいきなり、ね、気が楽になるかもしれませんが、こんな状態なのできっとなかなかテンストル分解は使われないのかなと。
で、今ちょっと喋っちゃいましたけど CP 分解の利点は何といっても解釈しやすいということで、こっちだと要するに、この L1、L2、L3 のベクトルの全ての組み合わせが出てきちゃうから、どの組み合わせがいいかっていうのをこっちを見て決めなくちゃいけないんだけど、なんか0のものがあって、あと有限なものがあるなとか限らなくって、いろんなものがぐちゃぐちゃに混じってる場合が多くて、どこで切ればいいかっていうのが分かんないんですけど、こっちの場合はもうはっきり、どれどれが対応してるかって分かりますから、まあ、さっき言ったみたいにこれ、人と成績みたいに考えるわけだから、人ベクトルの人の大きさ順と成績の大きさ順になってると、なんかバーチャルに、U の大きい順に並べた人と V の大きい順に並べた見ると成績順に並んでるみたいになってるっていう解釈がすぐできるので、解釈としてはこれ楽なんですよ。ただ問題は、NP コンなんで、この CP 分解を代数的な方法で分解する方法が全く知られてないんです。完全に、残差の事情を最小化するっていう演算を繰り返しでやってやるしかないので、職地が変わったり行き先も変わっちゃうし、一時性も何もないので、非常にこれは一番始末に追えないアルゴリズム的なもので、テンソルトレイン分解はさっき見たように、順番を固定しているのでより低次元で展開できるんですけど、さっき質問があったように分解の順序どうやって決めるんですかっていうのをクライテリアもないから、山西先生の論文みたいにやったらうまくいきましたっていうなっちゃう。 S 字のテンソルだと S の階乗というテンソル分解が可能なので、まあ、5回とか6回のテンソルになったら6の階乗通り全部騙すんですとか話になっちゃってやってらんないから、なかなかこれ順番を決めらんの中にこれでやるのは冒険です。でタッカー分解っていうのはこの中では一番縮約能力も低いんですけど、代わりに、分解が非常に簡単で一時的に決まります。ただし解釈がさっき言ってみたいに難しい、どれも一長一短でどれを使うかっていうのがまず非常に、昔はみんな、CP 分解分かりやすく使ってたんですけど、いろいろ実際の問題に適用してみると CP 分解はこの NP 困難のせいもあって非常に問題が多いことが分かって、最近はだんだん CP 分解使えなくなってこっちやこっちでやってる論文が増えてきちゃったんです。やっぱその初期値によって行き先が違うものを使うのは結構しんどいので、CP 分解のアルゴリズムっていうのは一般的にはいいアルゴリズムはないんですけど、よくやられてるのは、こういうやり方です。まず、この XNMK に対して、まあ、まず L は決め打ちです。で、L 本の N 次元ベクトル、L 本の M 次元ベクトル、L 本の K 次元ベクトルっていう、要するにこの赤いベクトルをと黄色いベクトルと、これは L が2の場合ですけど、用意して、それをまずこういう行列の格好で書いてやって、でこれをここでさっきの行列で書いた方がいいでしょって、言ったので書かないの。ここに来た時に行列書いておくと書きようがなくなっちゃうので、ずっと行列で突然点数になってこれになると話が分からなくなるので、それで行列点数でやるときはちょっと行列書けないっていう、こういう事情です。まあ、こういう格好ですよね。でこれを、やるときには、どうするかっていうと、一般的にはどうしてるかっていうと、さっき質問が出たんですよ、なんで難しいんですかって言われたんですけど、 U と V と K を同時に最小化数できなくって、例えば V と W を固定してこっち側を V×W というのをこれ L が共通してるから、さっきの演算でいうと植え付きの L の掛け算をして、さらにアンフォルディングして L×MK、 L 行 MK 列の行列にして、でこの ULI っていうのは L 行 NS の行列だと思って、
これをかけたら x になりますよって問題で解釈すると b イコール ax っていう連立方程式を解いてる問題になるからこれ解きましょうってことなんですけど、問題はこれ正方形じゃないので、変数の数つまり、uli のこの、i の数とつまり n っていう数とこちらの、mk っていう式の数が、代償関係ができちゃうんですよ。で一般的には、この nmk を n 対 mk とか nk 対 m とか nm 対 k って分けるわけだから同じ3つとも同じ数になることはありえないから絶対、変数の数と、式の数が代償関係逆転したら出てきちゃうので、これ解けって言われると解けないんですよ。でそういう場合に一体どうしてるかっていうとブーワー・ペンローズの偽逆行列っていうのがあって、これを使うと要するに正方形じゃなくて不定だったり不能だったりするときにも解を出すことができるってことを知られているのでこのブーワー・ペンローズの偽逆行列っていうのを使って、U が変数でこっちが、係数行列だと思ってそれで、b イコール ax っていう式はこのブーワー・ペンローズの偽逆行列を使ってやると a ダブル b と書けるからっていうのをやるっていう方法で、UVW の努力2つを固定して、残りの1個を計算するって作業をやっています。でこれムアペンズ偽逆行列はどういうものかっていうのをここで説明すると話がややこしくなるから、後で説明することにして、その要するに一般化された逆行列みたいなものでやるんですけど、まあ、どうやってるかっていうとこんな感じですよね。最初は、U を計算、ラムダ LULA を計算するつもりで、ここを係数行列だと思って、これが XIJK の B だと思って、ここが X で、ここが、B で、これが A ダガーだっていうふうな計算をして、ラムダ LULJ を計算して、ULJ の、分散が、絶対値が1だっていうのは足して事情で n ならいいんですけどからラムダ L を計算してっていう作業をしてで、今度は、V を変数だと思ってやるで今度は W の変数だと思ってるこうぐるぐる回して、収束するまでやりますっていうふうにやります。でこれで一応答えは出るんですけどまああんまりよくはありません。ムーア・ペンローズの偽逆行列っていうと真面目に説明しても退屈なだけなのであまり真面目に説明していいかどうかよくわからないんですがこれも本当は学部1年生でやるぐらいの簡単な話なんですけどさっきも言ったんですけどこの A AX イコール B っていうのは A が N かける N の正方行列で X が N で B が N 次元ベクトルだと要するに変数と地球の数が一致してて解は唯一に見つかるんですけどこれを一般化してしまって A が N かける M っていうことはこれは N 変数で式が M 個っていうふうにしてしまうんですね。これは、M 変数か。すみません。M 変数で式が N、M 変数で、式が N 個に、してしまうと、これ不定だったり、不能だったりするんですよ。で、N、式の数の方が、変数の数が多い場合、これ解は不能。で、この時には、AX-P が最小の X を与えるということをすることができる行列を定義することができます。でこの A ダガーは、A から A、一時的に決まるんですけど逆に N より M が多いつまり式の数の方が変数の数が少ない不定の時ですね。時には X の絶対値が最小の解を与えるっていうことをやってくれるっていう便利な行列を
線形代数の中で決めることができます。で、これムアペンローズとペンローズって言ったの、ペンローズタイプとか、あとこの前ノーベル賞を通りまして、あのペンローズなんですけど、こんなこともやってたんだなっていう。あまり一生懸命説明してもただの数学の説明なんで退屈なんで軽く流しますが、ムアペンローズの偽逆行列っていうのは、逆行列の非正方行列への一般化なんですけど、それはこのような状況を見たり、これまあ A ダガーが A-1 の時には自明な式です。例えばこれ A-A の I だから A イコール A って式だし、ここも A-1 が行列だと逆行列だと、これ A ダガー A のところが I になるから A ダガーイコール A って式だし、まあ、ここももし A ダガー A-だったらこれ単位行列というか単位行列の点値は単位っていう、まあ、自明な式なんですよね。で、N が M の時、つまり、式の数の方が、変数の数よりも多い場合には解がないんですけど、一般的にその場合には残差が最小の、X を与えるっていうことが証明で、ちょっと退屈だったら軽くやめたいと思いますけど、ただの数学の説明なので証明っていうことでもないんですけど、まず A の点値、A っていうのはこれ、N×M の行列なので、点値にすると M×N になるんですけど、そうすると M×A でこれが、A が N×N だから M×N×N で M×M 行列になってるんですけど、M×M で点値にしてるから M×N なんですけど、こういうものを仮に定義したとすると、これは、こういう条件を満たしていると0だっていうことが言えます。ここを、わざと定値して、やると、ここのところっていうのは、これここの性質から、点値しても変わらないことが分かったから、ここを点値に変えても中は同じなので、ここをこういうふうにまとめてやって、この A の T はこっちにかけといて、でここのところで、点値行列の積は逆順の点値だっていうんですかっていうと、これをまとめてやると A だが A の A になるから、ここの、性質を使ってやるためにこの t をまとめて全体の t だと思うと、ここが0っていうのが使えるから0ですよっていうので、まあ、準備として、この式は0だっていうのをまず作っといてですね。あ、すいません、はい、今ここ n イコール m って言ってたらどっちもフルランクってカウント？ n イコール m、 これは n が m よりも大きい、あ、その前にどうですか？あ、ここですか？そっちに関してはだから、a 自体はまずフルランクじゃなきゃいけないんです。フルランク、ランクが落ちてたのかおかしいってですか？テーブルだったら逆行列求められないですよね。ああ、なるほど。非正規だった場合ですね。非正規だった場合は、多分次元を落としてから、このどっちかの順番とどっちかになるからっていう。そうですね。はい、あ、すいません。あ、そういう意味です。失礼しました。正則じゃないっていう場合ですね。正則じゃないと確かに、次元落としてからやらないとダメですね。はい、失礼しました。独立でした。で、まあ、これの逆、これの、逆の方も同じように、0だっていうことが、まあ、言えますと。で、これを最小だっていうことを言いたい、これを、計算するときにここでやった結果を使いたいから、ここにこういう変な A だが AB っていうのをマイナスプラスでこう入れとくっていうちょっと変なことをしてやると、これの事情とこれの事情とあとこれとこれの内積っていう格好になるんですけど、ここで例えばこっちを見たときに、ここのところで、これを点値するときに A×X-A だが B だと、
いうふうに考えて、点値をほどくと逆順になるから、ここが x 引く、ここですね、x 引く a だが b の点値かける a の t が出てきて、まあこっちも同じようにここを、a と x 引く a だが b だと思っておくと、ここのところがこれになるのでこう解けます。で、あとは、まあ見たら、この辺に、こういうところに同じが出てきてるから、それを使えばいいんですけど、ここは、ここで0だって示したし、こいつが0だっていうことから、ここが0になりますから、そうすると、この対角項っていうのは0だっていうことが分かるので、ax-b の事乗っていうのは、これの事乗と、これの事乗の、積だ、あ、まだということが分かりますので、こっちを落としてやったら下から押さえられるということになります。そうすると、どういうことかっていうと、これ a だが b のところは x だと思うと、どんな x を持ってきても a だが b を x だと思った時よりは絶対残差がでかくなることが分かるから、 x を a だが b にした時が残差が最小だよっていうことが分かるので、もしこういう条件を満たすような行列が作れたら、解が不定の時には残差が最小ものを作れると。で、逆の時ですね。解 x が最小の解を与えるって証明は、これもなんか突然こういう変なものを考えて、これが0だってまず言うんですけど、これは i 引く a だが a っていうのも、そのさっき見せたけど、これ a がマイナス1だったら、僕は i だから0になるもんだけど、一般的には0にならないので、これを、内積で与えるんだけど、まあ、内積なんだけど、あえて行列で書くためにこの、横ベクトルに直しておいて t って書いておいてやると、まあ、これベクトルなのに t つけてるからなんか変な感じで、内積じゃなくて行列とかするのもこう書けるんですけど、ここをまたこれかけるこれの、点値だと思って開いてやると順序の逆になって、そうするとここのところですね。この V が入ってるのこれなんだろう。この V おかしいですね。なんでこの V が入ってるの。A ダガーですね。これなんでこれ A ダガーですね。この中に V が入ってます、ね。これ A ダガー。A で A ダガー A ダガーと A ダガーっていうのはこの辺にこれかな、0だっていうことが分かっているので、まあ、まどろっこしいけど、これが0だってことが分かって、何が言いたかったっていうと、これとこれが直交してるよっていうことが言えたっていう準備をしておいて、それで次にこんな変なものを作るんですけど、これ枝側 B っていうのが、目的としている個体で、それに、こういうものをくっつけてやるというふうにします。で、W は、ここで、2位のベクトルなので、まあ、こうつけとけば、まあ、X0 は全てのベクトルを表しているんですけど、でこれで、要するにこれにした時が X0 の最小だっていうのを言えればいいんですけど、AX0っていうのを計算してやると、ここが A だが A だがの B になって、こっちは I が入って、またこれが出てきて、これはまた、ここで0だって分かってるから、後ろはなくなって、AX0、A だが B のところとこれだけが残りますよと。ということで、つまり、この AX0 っていうのはいつもこれの解になっているんですが、A だが A イコール I、これはまだ言ってないんですけど、 N が M より大きいときには A だが A が I だっていう、これは列直行なので逆は言えないんですけど、なので、AX0 が、これですね、これが I だってことが分かるから、AX0 は B なので、X0 は AXB の解で、それをが全部、ここに書いたみたいに X0 の事乗っていうのはこれの事乗とこれの事乗で、
表せて、でだからここを残してると下から押さえられるので x イコール a だが b よりもちっちゃい x ではないから最初の解だということで、もしこういうものを作れれば、n と n の大小関係にかかわらず、都合のいい解が作れますよっていうのがムーア・ペンローズの違約行列で、これ実は特異値分解と関係してて、a をこのそのさっき言った、行列で書いた方が分かりやすいですねって標識になってるんですけど、 a イコール u ガンマ、これさっきラムダだったのこれシグマになっちゃったんです、 u シグマ vt っていうこれ対角行列ですけど、これの a だが実はこういうふうに定義すればよくてですね、なんでかっていうと、まあ、これ真ん中はこれ対角行列とか逆数になってるだけなんですけど、a だがっていうのを計算すると、これ、まあ、こういうふうになってるから分かると思うんですけど、VVT、VTV っていうのが、出てくるんですけど、VTV は、列直項だから、そのままいつでもこれ列行列の直項なんで、ここはいつも一段単位行列なんですけど、この逆の UUT、ここがまたこれあシグマシグママイナスで、1になるからこれが出てくるんですけど、これは列直項なだけだから、n が m より、n の方が m よりちっちゃい時にはいいんですけど、逆の時にはこれはあの、列直行の積になっちゃうからこっちは言えないんですよね。なので、あのこっちの時にはu が正方行列になるから、u の方がちっちゃいんで、あの、u が n かける n、 n 行列 n かける n になってるから、あのどっちをどっちに転置してもあちゃんと i なんですけど、この、n より m が n より m が n が n より大きい場合は、正方行列にならないので列直項だけだから、この順番だと固有ベクトルじゃない方の積になっちゃうんで、あのこれ以上先に行けないんですね。で、まあ、で、同じことが、今度 a だが a についても言えて、 a だが a だと今度 u になって、 utu は、列直項しか使わないからいつも i なんだけど、VVT になっちゃう と、その N が M よりちっちゃくって、V が M×M になってるときはいいんですけど、 M の方が大きいときは正方形じゃないから、 VVT をやったときに、列直項なんだけど、あの縦ベクトルの積じゃない方が出てきちゃうから、これ以上先に行けないんで残っちゃいます。で、まあ、これはまあ準備なんですけど、でこれだけ準備しとくと、あとはちょっと面倒くさいんですけど、この辺のやつは全部、言うことができてですね、例えば n が m より大きい場合っていうのはさっきのこの、このところ上側を使うってことですけど、n が m より大きい時には a だが a だが時にはこっちを使ってやって、そうすると a だが a で i が入ってるからすぐに言えます。で、a だが a だがの方もこっちを使っていれば、ここに i が入っているから、これ a が i なので a だがイコール a だがっていう高等式になります。で、あとこの a だが t ってやつは a だがは今こっちを使っているから UUT になっちゃうんですけど、UUT っていうのは t で、やると逆順の転置だから ut の t と ut なんですけど、ut の t は u だから uut になるので結局、元に戻るから、この時はあの、直行性はないんだけど格好としては一緒になった。で、 a だが a の時は、こっちが出てきて i だからまあ大丈夫ですよっていう感じで、あのこの列直項だから行の積になっちゃうとき、行ベクトルの積、大積になっちゃうときは i は出てこないんだけど、うまいことこれを全部満たしてる
で逆の方向も全く同じなのでもうやりませんけど、この一箇所だけこの i じゃなくて VBT が先に行けないところがあるんですけど、こいつを転置してやっても元に戻るから同じだってことを言えるので、でもちろん n イコール m っていうのは先ほど指摘がありました、これフルランクじゃなかったらダメでしょっていうことなんで、 n イコール m っていうのは、まあ、フルランクじゃの時でフルランクじゃない時には次元を落としてからなくちゃいけないので、正確じゃないんですけど、まあ、A だが A の時には A がマイナスだから、まあ、これらはさっき自分に成り立ってますよって話はしました。なので実はこの、ムーアッペンロールの、ギガ強烈っていうのはさっき説明した、特異次分解が存在すれば、この V と U の順序を逆にして真ん中の、固有値を逆数取ればいいだけなので、実は簡単に求まりますっていうことが分かります。なので、ありません。これって、どうしたらいい、必要条件ではない、十分条件ではないけれども、だからこれ唯一っていうわけではない。唯一ではないですね。他にあってもおかしくはないです。僕が知る限りでは、ムーアッペンロールのこんな長いレビューがあるんですけど、多分唯一無二だっていう証明はそこにはなかったと思うんですけど、他にあるかもしれないですね、確かにね。これじゃなきゃいけないっていう証明はないので、僕の知らないどっかにあるのかもしれませんが、A ダガーを作るにはこうすればいいっていうだけで、他の方法がないかどうかはちょっと分かんないですね。ただすでに重要なのはこの辺の性質だけなので、この辺の性質はこういう性質が満たされてばできるを示されたから、他に解があったとしても出てくる答えは同じです。つまり仮に A ダーが2通りあったとしても違う X が求まるわけではあります。なので、一般的に CP 分解っていうのはさっきも言ったようにこれを使ってやれば、仮に何の計算機言語でも、特異次分解するっていう、サブルーチンがある計算言語だったら、簡単に、ムーアッペンとギアキュールスが求まりますから、アンフォールディングしてギアキュールスを求めてかけるっていう作業をしてやればこの計算は簡単にできます。でこれちょっと簡単な例すぎて、ムーアッペンロールのギア強烈が出てこない簡単な例になっちゃってるんですけど、例えば、この1234567891みたいのをこの、この場合あと行列だから 2×2 なんですけど、XIJ を AI×BJ だと思った時に一番いい解をさっきの A と B を交互に固定してやるっていう計算は具体的にどうなるかっていうちょっとこうデモステージしてるんですけど、まあこれもいろいろやり方あると思うんですけど、これ AIA×BJ が XIJ だとすると、この XIJ を I を固定して J について全部を取ると、ここが B の1、B1、B2、B3 の Y になるから割ってやれば AI が出るっていう式が作れるし、逆に i の方を和を取っていれば bj があるっていう式が作れるので、適当な xij から出発してこの1234579で出発してこの a とか i とかを適当な値にしといて、これをぐるぐる回すと、まあ、どっかで収束するっていうことが分かるんですけど、これ1234579だと a の1っていうのは、ここをこういうふうに足したもんだから6で、A の2はここを全部足したもんだから15になって、ここを足したもんだから24になって、で B はこう縦に足すので、ここを足したのが12になって、ここを出したものが15になって、ここを出したのが18になってっていうふうになってて、でそうすると A を与えたら B が分かり、 B が与えて A が分かるっていうふうになってるから、これをぐるぐる回せば、答えがまとまりますよ、うん、っていう、まあ単にそういうことをするんです。でこれはもちろん局所
A と解にしかならないんですけど、まあ、例えばここで B1、B2、B3 が1からスタートしたら、ちょっとこれやらせっぽいんですけど、すいません、すぐ終わるような敷地を取っちゃってるんですが、例えば B1、B2、B3、1でスタートしたら、ここ3だから、3分の6、3分の15、3分の24なので、1回目にイテレーションでは A1、A2、A3 が2、5、8になります。そうすると今度こっちの式使うために全部足してやるとこれ15なので、これ15分の12、15分の15、15分の18だから、2回目のイテレーションで B はこう決まると。で実はこれ講義用に作ってるからすぐ終わりに作ってるんですけど、これも収束してんですね。なんでかっていう と、B1 プラス B2、B3 が3っていうのはこれ維持されてて、この和しか関係ないからこれも終わってるんですね。で普通はもっと何回もやらないと収束してないけど、ここで10回収束する例とかやっても眠いだけなので、簡単なやつやりましたけど、ということで、でこの結果はどうなってるかっていうのを、これこのやつから、A×B でこう作ってやると、まあ、こんなぐらいなんですけど、これ2,4,5,6,8は全部合ってますよね。でずれてるのは1と7と9と3で、1のとこが 1.6 になって、3のとこが2.4 になって、7のとこが、7.4 か、6.4 か、うん、で、ここが、9.6 ぐらいなので、まあ、結構いい値が求まるんですよね。なので、これ、十分、近似としては、いい感じになるので、まあ、これは今行列分解やってるわけですけど、これ本当は3回でやらなくちゃいけないんですか、3回で大変とかやらないんですけど、まあ、こんなんでやってもそこそこうまくいくので、まあよく CPM が使われていたんですけど、さっきも言ったけど最近だいぶ使われなくなってるのは、宿地によって値が違うとか、後で見るようにそういう問題があるから。で、点数のトレイン分解は、どうやる、先ほど A と B が統合が成立する A と B というのは存在はしてるんですか。統合が成立する A と B というのは存在してるはずなんですか。いや、これは一般的にはないと思います。はい、ないんですか。これは、ないと思います。はい、これは単に最適解というわけで。行列だったら存在。ランクが3だから3個を使えば絶対ありますけど、1個だと一般にはないですよ。ああ、これただの特殊分解できるから、 3×3 だから L イコール3の CP 分解やれば絶対関わるの分かってるけど、1でやったら一般にはない。だけど1でもこんだけいいので、うん、プラクタルに相当いいですよね。ああ、で、テンソルトレイン分解はもうこの辺からだいぶもう眠くなっちゃうんですけど、これね、もう説明がすごいややこしくて、もう自分でやっててもよく分からなくなるんですが、まず N×M×A のテンソル分解するときに、テンソル分解をさっきも言ったんですけど、 I と L っていうのを作んなきゃいけないんですよね。テンソル分解の式をに戻ると、ここでこの行列ですね、I 長さ L のベクトルを N 本作る、R1 本作るっていう、長さ L のベクトルを R1 本作るっていう作業をしないといけないので、それをどうやってやるかっていうと、ここでは、N の次元を出したいんで、 N かと、それから MK をまとめて I と JK っていう、そういう行列でやって、この行列を、特異値分解します。そうすると左、特異値ベクトルが、UL1I になって、右特異値ベクトルが、この R1 っていうのはどうやって決めるかっていうのは一般的には決めようがないので適当なタイプになっちゃうんですけど、で特異値分解にとって違って、小さい R1 を取ったらそれが最良解だっていう保証は何もないです、残念ながら。だから適当な R1 でやった時に、それが R1、R2 でやった時の最適解だって保証は何もないんですよ。
で、まあ、だからそういう形式やってるだけなんですけど、UL 版 i で VLJK というふうにすると、これは、まあ、R1 の、N×MK っていう行列を N×R1 と R1×MK の積で近似しましたっていう特異値分解の途中で打ち切ったやつになる。でそれでここのところを GL1i だと思っておいて、この後ろの方を、この後ろの VLJK っていう部分が今度は、後ろの残ったすごいややこしいんですけど、今ここが求まって、ここの部分が今、VLJK だというふうに考えられるので、今度そこの部分を、この後ろの部分を、今度はこれもややこしいんですけど、後ろに K を残したいんですよ。なんでかっていうと、なんで後ろ K を残したいかっていうと、テンソルトレイン分解は一番最後が K だからですね。で K の L2 と J と何とかにしたいので、後ろは K の方にしておいて、前に余りを作らないといけないので、ここがもうすごいややこしいんですけど、この、VL1JK っていうのは L1 の行で JK が、列だったものを組み替えてJ1L1 が行で K が列だっていう風な行列に別のアンフォルディングをしておくことによって、そうじゃなくて JK 混ぜてダメなので K だけ取り出して、で特異値分解するとここに L2K が残るので、ここを G の L2K っていう右側の方に、これは右側の四角ですね、この点、テンソルトレイン分解の絵の時の、こことここが求まりました。で真ん中のここが今余りなんですけど、この余りの部分は今どこ、どういう格好をしているかっていうと、余りの部分は今、こういう格好をしています。でうまいこと JL1L2 って添え字が入ってるから、これはアンフォルディングの逆をして J と L1L2 をばらして3回の転数すればここを求まる、というふうにすると、転数のトレイン分解をすることができる。でこれ今3回でやってますけど、あの4回5回になったら、要するにここのところですね、右を作るときにここが、たくさん M1 だけ、 M だけじゃなくてもっといっぱい入ってるのがこう残るだけなので、長くなっても全く同じやり方ができるから、テンソルトレイン分解をすることはできるんですけど、あの後で説明するようにこれは全然役に立たないんです。なんで役に立たないか説明は、なんかこの絵をあんまり見せてもしょうがない気もするんですけど、一応例えば、2×2×2 の転数で、これ、2×2×2 なので、K がもうこのように見たりでなんかすごい分かりにくいんですけど、 K が1の時は1、2、3、4で、 K が2の時は5、6、7、8だと、もうなんか 2×2×2 の転数がこうあったとしますよね。でこれを、転数トレイン分解するのをどうするかっていうのをやるんですけど、まず、この i を残さなくちゃいけないので、i っていうのが1、2、3、4、5、6、7、8なんです。i が1がここで、i2 がここなので。で、こっち側は、混じってるんですね、あの j と k がね。ここは。で、こっちと特異値分解すると、左特異値ベクトルが、これになります。で、特異値が、ラムダ1なので、ラムダ1と ui1 をかけて、gl1i はこれになる。ということになります。で、この後ろの残ったこの V の L1JK はこんな格好をしてるんですけど、ここでここが i の1、i の2で J はどう混じってるかっていうと、最初が J が JK が1して次が2して1で2になってるので、これをさっき言ったみたいに K を残したいから K とそれから残りみたいな、今度だからここが i1、i2 だったのを、L1L2 と J で順番並べ替えます。だから、ここにこれが来てて、ここにこれが来てて、ここに、これが来てて、ここにこれが来てて、この1行目がこの四角を取り留めて、
2行目が四角く定めてるみたいな、でこれ上の行が L1 だから L1 がここにまとまってて、こっちが L2 がここにまとまってて、こことここは、J1、J2 ですみたいな、こういう変形をしてやると K とそれ以外になるから、これを、分解してやれば、L2K と残りになるんですね。で、この残ったやつが、列が JL1 になってて、ここが L2 になっているので、これを、さっきの V っていうところが、ここの V っていうところが、こうなっているので、これが G の L2K になって、左ベクトルの方は行が L1、L2 で列が L1 と J が混じっちゃってるから、これを点数にするようにこう書けないから、J が1と2で分けて書いてやるとこうなってできますよっていう形で、でこれは計算するとちゃんと実は、戻ってるので、この場合は、まあ当たり前ですけど 2×2 が2だから R1、R2、2にしたら、もちろん2以上になるわけがないので、これでも出ちゃってるんですけど、こうやってちゃんと答えるんです。で、これが、ダメな理由は何でかっていうと、このスライドには入ってないのか。ちょっと順番がよろしくなかったですね。これがダメな理由は何かっていうと、これ一位性が全くないんですよね。これ先ほどの、テンソルトレイン分解なんですけど、これ実は一位性が全くない。で、なんでないかっていうと、ここに、わざとデルタ関数 L1、L1' で L1' イコール1か R1 を取って、ここを L1' にするっていう、こういう無意味な演算を1個入れてやることができます。で、これはデルタ関数で単位行列だから、直行行列の積で書けるから、ここに直行行列の積を入れてやって和を取るっていうふうにしておけば、この新しく L っていうのを導入して、L1、L' のデルタ関数を L1L っていう直行行列と LL1' っていう直行行列を積で書いておいて、で L で和を取るってことにすればデルタ関数が戻るんだけど、その時ここを分けてですね、ここはペアだよ、ここはペアだよっていうことにしちゃうと、ここで L1 の和と L1' の和を取ってしまうと、これらがそれぞれ別の G だっていうふうに書くことができちゃうので、なんか1個テンソルトレイン分解見つかったら、無限個解が作れちゃうんですね。なので一位性は全くないです。でしかも、さっきの特位置分解みたいに特位置が大きい順に順番に並べたら一位性があるっていう何もできてないから、だからさっきの解がすごい綺麗な解がまとまったように見えるんだけど、無限項の中の1個がまとまっただけなので、あれがいいかどうかって全然わかんないんですよね。なので、この、特異点、これがなんでダメかというと、アルゴリズムとしては、分解して特異値分解ただ繰り返せばこういう解が出てちゃんと答えも出るんだけど、これと同じ精度って言ったら、これもこれ完全に表現できてるから誤差ゼロなんですけど、誤差ゼロの表現が無限化あるので、要するにこれを後から解釈しようと思うと、本当にこれが正しいんですかっていうことは、この中だけでは何も分かんないです。だから外部情報があって、それぞれベクトルが何かを表してるっていう、外部情報がないと全くエベレーションできないんですね。でこれが一つテンソル分解が
メジャーにならないっていう一つの、あの問題点です。あのこの方法で求まったものがいいかどうかをこの中では全く議論できないんですね。もうあのこれ誤差ゼロですから、誤差ゼロの概念が無限化あるとこれ次元が、まあ、圧縮して今、まあ、2で2であって誤差ゼロ、誤差があるような次元であった場合は、その無限化出てくる中で序列がつけられる。いやでもここに何かデルタ関数で右辺は変わりませんから、ある任意の誤差について無限化答えがあるだから要するに定数の方から何がダメかっていうと、あのこの中だけでどれがいいかって答えをすることが全くできないです。で神秘分解は、そういうことができないんですけど、さっき言った問題があって、あの初期値によって答えが違うって問題があって、だこれがまず定数の分解で人気がない理由なんで、さっきの山西先生の子みたいにやってみたらうまくいきましたみたいな論文を書けるけど、あの一般的にこのだからすごい極端なこと言うとレビューアーがこの場合うまくいったけど他の場合ダメなんじゃないのって言い始めると困るわけですよ。で僕はなんか論文書くときにわざと1個でやってレビューアーに1個でしかやってないって言われたら肉まで出して合ってるじゃんって言って論文通してるけどそういうテクニックがないとこういう論文書くの結構大変。下手に最初にいっぱいやっちゃうと、そう、下手にいっぱいやっちゃうと次やれって言われた時にネタがなくってあの著者はあのコメントをあの十分に答えていないかいじる幸いにも1個だけ合ってるとあまりにもよく合ってるから偶然だろうってみんな思うので、ほぼ 100% でレビューは1個だから合ったんだろうっていうので、で2個目出して通すっていう手が使えるんですけど、こういう問題があるから、あの普通に考えるとあの研究するの結構難しいですよね。ケースレポートみたいな感じですね、とすると。でもこれ何か条件をつけることで1に定まるようにはできないんですか。うん、だからそういう研究を、あのニップスインですみんながすごい、例えばなんとかノルムをつけてみたいなことをすごいやってたんだけど、あの要するに例えば L1 ノルムをつけたりとかしたときに、あの L1 ノルムをつけてやるっていうことがいいのかどうかよく分かんない、まあ、これはだから割とみんながよくやってるのはあの皮膚条件でやってる人が多いですね。皮膚でやると割とスパースになるので、あのフルランクじゃなくなることが多いから皮膚でやってる人が多いです。ただ皮膚にすると今度あの初期値によって軌跡が違うっていう別の問題がまた出てきちゃうから、皮膚条件でやるとあのアルゴリズミックに初期値が違うと、少なくとも僕が知ってる範囲だと皮膚分解って全部イテレーションの計算しかないので、この点数トレイン分解は初期値がないから、このアルゴリズムは唯一無二に使うんですけど、あの皮膚だと初期値によって答えが違うから、別の問題が来ちゃうんですね。いや、なんかまあ、あのここに来てなんか点数の分解の悪いことをたくさん言ってもしょうがないですけど。あと R1、R2 の決め方っていうのは、これもなんか任性が入ってる。そうですね、だから R1、R2 の決め方も任性が入っちゃうので、だからその山西先生の論文なんかも、R1、R2 やったら、なんかその、決算超過みたいな論文なんですよ。その値が抜けている時にそこが出られますかみたいな、わざと抜いといて戻すんだけど、適当な R1、R2 でやったらすごい良かったですっていう論文かっていう感じになっちゃいます。だからこの辺がどういう時にうまくどういうふうにダメかっていうのはすごいできたらいいと思うんだけど、今のところそういうのが非常に乏しい。であと特一分解の、すみません、テーブル最後はタッカー分解ってやつと、これが一番ややこしいやつで、さっきその0をあの特一が0のとこもわざわざベクトルを入れといてみたいなことをしたんですけど、それはこの時に
そういうふうしないとうまくいかないからで、あのこれ、ちゃんと言わなかったんですけど、あのタッカー分解の場合はここがですね、タッカー分解の場合はあのさらっと流しちゃってあんまり言わなかったんですけど、ここが、L1、L2、L3 の和が NMK になっているので、あの U、L1I っていうのは I はもともと N なんで L1 も N にしちゃってるから、これあの正方行列あの仮定されてるんですけど、この UL1 とか UL2J を計算するときに結局後で見るように特異値分解使ってやるので、普通にやると正方形は出てこないから、あ L×L とか L×L になっちゃうんですね。なので、このさっき言ったその0を本当はないところもあの直行ベクトル書いて特異値を0にして使うっていうのは、このタッカー分解を説明するときにそうしとかないとうまくできなくなっちゃうから、バーチャルに入れとくんですよ。ただしあのその時はラムダ1、ラムダ2、ラムダ3、こういう特異値は0になるから、和を取ったら引かないんだけど、だからこういうところが0のものがたくさん入ってて、こっちのベクトルは0じゃないみたいな結果になるように作って、でこれは、非常に簡単で、実はこれアルゴリズムにこれが一番簡単で、どうしてるかっていうと、この N か NMK を、N 対 MK にして特異値分解して UL1i を作って、 M かける NK にして UL2j 特異値分解作って、 K かける NN にして K の特異値分解と、この3つが求まるの でこの3つを、左側からかけてやって、和を取ってやると、元の展開が、こういうふうに定義されてますから、元の展開がこういうふうに定義されてるから、これに UL1i かけて UL2j かけて UL3k かけてってやって、 IJK で和を取ってやると、デルタ L1 L ダッシュ L2 L ダッシュ L3 L ダッシュみたいになって、で L1、L2、L3 で和を取るってことになるから、ちょっとこの直行が残って、結局、ある L1、L2、L3 の、特異値ベクトルかけて、IJK で和を取ってやる とあのその GL1、L2、L3 に相当する、G が求まるよっていう、つまりここにある L1、L2、L3 かけたら、それに対する G が求まるよって格好になっているので、これ一番簡単で、単に NMK でアンフォルディングして特異値分解して左特異値ベクトル残してかけたら求まるっていうんで、すごく簡単で、一番これは簡単ですなんだけど、だからその全ての積が出てるから分かりにくいという問題があります。で、さっきその特異値分解するときに、N×N とか M×M とか K×K にするために0を足してましたけど、0を足しとかないと、あのまあ、これあの I の方で和を取った場合と L の方で和を取ってデルタカースト両方使ってるので、そういうふうに定義しとかないと証明ができないので、あのここで I で和を取ってますけど、L では取る方も使うので、あのここで L では取ってますよ。で両方どっちで和を取ってもデルタ関数になるたびには UL1 とか UL2 とか UL3 があの正方グルゼでいけないので、ダミーであのないところ、固有値がゼロのところも直行するベクトル入れといて正方グルしておかないとこれができないので、それでさっきそういう説明をしました。ただなんか証明ができないだけで、そこのベクトルの、特異値はゼロだから、つまり G はゼロなので、あの、問題はないんですけど、で、この、
タッカー分解をさっきの2かけるについてやるにはどういう感じになるかっていうと、これも結構大変なんですが、さっきのやつと同じで、ここまではさっきと同じ、さっき n かける mk で、これを特異次分解して、さっきこれが gl1i だって言ってたもんですけど、そこまでは同じです。で、後ろの方で、この、jik っていうのが残るんですけど、タッカー、転送トライ分解の時はこの ul1j と残った v の方を、もう一回特異次分解したんですけど、タッカー分解の場合それはなくて、今度別の m×nk にして左ベクトルを求める、 k×nm にして左ベクトル、ここの順番がまあ変わってるんですよね。で、左ベクトルを求めてやって、でこの gl1l2l3 に、するためには元の xij にかけるって作業をしてやると、まあこうなりますよってことで、まあこれ全部計算の元に戻っているんですけど、まあこれも実はさっきと同じで、まあもう見たら分かると思うんですけど、これ一時性ないですよね。これもないです。タッカー分解、今の方法で1個求まりました。またデルタ関数を挟んで、L1' っていうデルタ関数を作って L1L' で和を取ったら、GL1L2L3 になるんだけどって L1' をつけといて、でここをまた、正方直行行列の、積で置き換える代わりに L っていう新しい素数ついて、そこで和を取るっていうのをしといて、またここをわざわざ分けて L1' の方で L1 で和を取ってやると、ここの部分が新しい G と U になってまた出てくるから、これ、G' と U' を無限個作れるから、これも一時性がないです。だからこれも多項と同じで、出てきた結果がいいかどうかを、決める方法はこの中にはないです。だからこういう問題があるので、多分テストル分解を何か使おうと思うとすごく難しいんだと思います。じゃあ一時性がないか、基本的に全部じゃないと、何か試していって、その中からいい分解をつける。そうそう、だから僕が、論文かけてるのは今のところ理由がよく分かっていないんですが、さっき説明したタッカー分解、一番簡単な特異次分解、M 解というか M 字やるっていう方法でやると、その外部情報と比べたときに非常に整合性のいいベクトルが必ず出てくるので、でそうなんでいつもいいベクトル出てくるのかって理論がないんですけど、ちょっとだけ今日セミナーでちょっとだけ説明しますけど、ちゃんとしたルールはまだないです。だからそれぞれのところで SVD をやってるっていうのが、そうさっきのいいベクトルが出てきてるっていう可能性。そうですね。だから要するにやってるの基本的に SVD なんですね。だから解釈はしやすいですよね。そうです。ただ SVD のいいところっていうのは、上から順番に取ってきたらば、いい記事になってるっていうことがいいところなんですけど、実際じゃあ外部情報と整合的なベクトルは何番目かっていうと、なんか3番目だったり4番目だったりして、重みがなんか 1% しかないとか、そういうことが頻繁に起きているので、SVD のいいところっていうのは上から順番に取ってきたら L' で打ち切ったらいい近似だっていうのがいいところなんだけど、明らかにそれ関係ないんですよ。3番目とか4番目のものすごい急速がちっちゃいところに外部情報といいやつが出てきちゃうので、だこれが何でうまくいくのか分かったら結構すごいと思うんですけど、今のところ何でうまくいくんだかよく分かんないですね。なんかだそういうところもちょっとなかなか使ってもらえないっていう問題点なのかもしれませんが、まあこのタッカー分解っていう枠組みの中で話すとなると、その組み方、作り方いろいろできちゃうよねですけれども、さっきのやっぱり SVD でこうやって求めるっていうふうにやったら、まあ一応
1位というか、そうですね、には決まるわけですよね。そうですそうです。でなんでその SVD でやったやつがいいのかっていうのは、いまいちよく分からない。だからそういう意味でテンソルになったら話が非常に不明快になる。ある、手続きで解を求まることはあるけど、その解は一時制じゃなくて、このアルズームでやった無数にある中の1個のものがすごくいいですって話したんだけど、それなんかその何か外部情報なしにどれがいいかって言える話じゃないから、非常にそのマスマティカルじゃないっていうか、数学科に来てますマスマティカルじゃないですって言ってもよろしくないんですけど、まあ、それがだから一つのこのペンソルとかなんか続きの限界で、今言ったんですけど、3つのペンソル分解を紹介しました。それで、同じペンソルがいろんな方法で分解できます。でドラを使うべきは問題によっていて、独一分解のようなこれが決定版みたいなものはないということですね。でセミナーって何時からでしたっけ？セミナーがですね4時20分か4時20分です。4時20分っていうことは、はい、あと2時間1分あるんだから、じゃあもうちょっとやったほうがいいですね。じゃあもうちょっとやって、すいません、はい、ちょっといいですか、はい、分解の仕方は分かったんですけど、はい、ここからどうやって情報を読み取っていくのか分かってもらうんですけど、これからそうです、応用例が出てくる。そうですね、応用例は今日はちょっと応用例までいけないかもしれないんですけど、ああそうです、はい、あの実際おっしゃる通りで、多分あのテンソル文化あんまり使われてないのは、ここからどうやって情報を取り出すかっていうことが非常に不明快なので、それで分解した後どうするのっていうのはよく分かんないから、非常に使われにくくなっちゃってるんだろうなと思います。 CP 分解の場合はそのラムダが大きいところが、そうですそうです、うん、まあ、一番そうですそうです。主要ボンド。そうです。で、ちっちゃい順に分解。そうですそうです。あ、それはなんか見た。そう、だから CP 分解は割と情報を取り出すのが簡単なんですけど、だからみんな CP 分解やってたんですけど、その最近だいぶ廃れてきて、やっぱ初期値依存性があるのでやってると、結果の解釈が。それ以外のそのタッパ分解とか、テンソルトレーニングの場合はもう、その第1モード、第2モードみたいな感じで書ける。書けないですね。書けない。もうじゃあどっかから垂らしてくるしかない。そうですね。で、テンソル分解の問題点ということで、解の一時制のケースということで、CP 分解の場合は、ある条件を満たしているときは CP がユニークだっていうことが、これも証明、僕勉強してこなかったので証明しろってもできないんですけど、これクルスカの条件っていう有名な条件があって、UL、KA が独立な U の中の数で、KB が V の中の独立なベクトルの数で、KC が W の中の独立な数で、それが 2L たす 2L っていうのは何個やるかですよね。例えば CP 分解ユニークっていうことなんですけど、これもともとそれぞれ L 本ずつしかないんだから、全部で 3L 本しかないんですね。で 3L 本しかない中で 2L プラス2よりも独立なものが多いっていうことを言えって言ってんだから、まあ条件はまあかなり厳しい。なのでまあ、一般的には、まあ、コース L が、十分小さくないとそんなことはなかなかできないで、だけど L が小さいと今度は元のテンソルを再現できないので、唯一の類を作ろうと思って L を小さめに抑えると、元のテンソルが再現できなくて、元のテンソルを再現しようと思って L をでかくすると、今度はこの条件が満たさなくって小さがなくなっちゃうってことになるので、CP 分解はそういう意味で使い勝手が難しくって、だから最近なんか急速に廃れている。明らかになんかこれを使ってやるって話が言ってるんです
で、ここはもう説明しましたよね。で、さっき言ったみたいに、テンソル分解とか、テンストレム分解とか、タッカー分解っていうのは、途中で打ち切ったときに、一位性がないので、とりあえず、残差を小さくするように、R1 とか、R2 とか、あるいは、タッカー分解を途中で打ち切って L1、L2、ラージ L1、ラージ L2、L3 みたいな、方法で、時に一番良くなるように、その点数分解を最適化しようっていうことが試みられてるんです。だけどこれはあんまりうまくいってなくて、結局何やるかっていうと、さっきと同じで、テンソルトレーニング分解だったら、ここを、まず R1 で和を取って、L2J、L2K、あ、すみません、L1JK ですね、L1JK だから、R1MK という定数にしておいて、それを R1 行×MK 列の行列に直した後、ここを係数行列だと思って、こちら側が MK×N だから、N 次元のベクトルが MK 本あるっていうものだと思って、ムーア・ペンローズのギガ行列、こう係数で XP イコール、違います、A、ここが B で、ここが A だが、で、ここが X ですかね。GL1i が、求めるべき、答えで、ここが係数行列だと思うために、ここを固定して、これは与えられた、テンソルで、何倍で、どれか一つを解だと思って、ここをケースだと思って、ムーアペンのギアケがかけて、ぐるぐる回すっていうことしかできなくって、で、これ実は、あんまり良くないです。後で、見せますけど、例えば、テンソルトレイン分解を 3×3×3 の行列で、まあ、1、3、4、5、6ってこういうふうにやっていくようなやつを作って、で、これまた収束計算だから初期値がいるんですよね。で、適当な全部1段階の初期値で、始めてやって、で、R1 イコール R2 イコール2っていうことにしてるんですけど、これ、さっきもやったみたいに、テンソルトレイン分解っていうのは R1、R2 が1だったら、完全に分解できたんですよね。このページの前のスライドですけど、これは 3×3、すみません、これじゃないです。これ完全には分解できてないです。あとで、もっといいのが出てくるんですけど、これで、2で切ってやると 3×3×3 だからできないんですけど、どれぐらい良くなるかっていうと、こちら側が、本当の値で、こちら側が再現された値ですね。で、全部1でやってるから、最初は全然直線からずれてるんだけど、一周やったらここまで行ってもう収束です。で、58% まで行くんですけど、これを、実は、これ後でちゃんとやりますけど、さっきのアルゴリズム、分解して特異値分解するってアルゴリズムをやってやると、実は、ちゃんと、答えが出てくるんですよ。だから、こういう収束計算、これわざとダメなゲームやってるんですけど、こういう収束計算をテンソルトレイン分解に対して、どれか1個を変数だと思って、残りは、定数だと思ってぐるぐる回すっていう形で収束計算をしてやっても最低、まあ、まさにローカルイメージに捕まっちゃうので、ローカルミニマかどうか分かんないから直してやろうと思っても、まあ、混乱になっちゃうんですよ。なのでどんな初期値を持っていったらよくなるかっていうバトル問題になっちゃうから、こういう方法でいいところを出すっていうのはうまくいってない。で、なんか僕は全然勉強してないけど、だから
テンソルを研究している人に行くと、どういう、イテレーションをやって良くなるかみたいな研究が山ほどあります。これは一周しかしてない。一周してもでも収束してるんですか。ええ、だから すぐローカルには捕まっちゃってもう先に行けないんですね。でもちろんだからシミュレーターリーディングとかそういうことやり始めるときっともっと良くなるんでしょうけど、だからともかく非常にまあ要するに点数って扱いが難しいんですよ、こういう感じなので。すごい初期値依存。初期値依存があります。だってこれ後でやりますけど、さっきのアルゴリズムやったら2まででちゃんと 100% 出るんですよね。さっき教えた順番に S 分特殊分解していくってアルゴリズムで普通にやると2まででちゃんと正解が出てるんですよ、ね、だからその状態で適当な初期値からやっちゃうとそこに行けないんですね。でこれはわざとそういうことをやってるので、一般的にはもちろん、2×2 で得意うまいのが求まったらそれをさらに、やったりとかしないわけですけど、ただこういうことをやってもいいところに行くと保証はない。でタッカー分解も同じことができて、格好自体はすごい格好してますけど、結局ここを B だと思ってここ同士のどれか2個を係数行列だと思って、そして L1×MK の行列と MK×N の行列の積だと思って、ここをムーアペンダーのギア行列にするっていう作業をすれば、形式的にはこの中のどれかだけを係数だと思って、変数だと思って、残りを係数だと思って、こいつが、これとこれから係数が、これが B だと思ってってやれば計算はできるんですけど、やると、実はこれ、さっきの、テンソルトレイン分解と非常に似た状態になって、後でちゃんとやりますけど、こっちも、2までで解があるんだけど、まあいけてないですね。だから、テンソル分解でいい解を作るっていうのは一般的には非常に難しくて、すごいいっぱい論文はあります。僕はあんまり見てないけど。さっきの最適化切断タッカー分解はその最適化アルゴリズムとか最小化するなら、ちょっと近似的に求めるようなことなので、普通のタッカー分解は普通のタッカー分解はさっきのワンフォルディングしてやるやつで今でもう止まっちゃったんですね。でもそこに行けないな、だからなんかテンソル分解の難しいところばっかり強調して書いてもしょうがないんですが、これ L1、L2、L3 っていうのは決め打ちでやるわけですよね。切断タッカー分解の普通のタッカー分解の時はフルランクっていうか、L1、L2、L3 を N、M、K まで取ってますから、そこに一致性はないです。この後話が出るかもしれないですけど、ハーフシュリンケージとかソフトシュリンケージとか、なんかその最大固有値の何パーセント以下のやつを切っていくとか、小さくしていくみたいな言い方あるじゃないですか。ああいうのと組み合わせてやったら、なんか最適なところに落ち着いていったりするのかなと思って。ただ、まず、テンソルトレイン分解はその固有値に相当する部分がないので、組み合わせのどれが重みがあるっていうことが全く決まらないので、重みからどれかを落とすってことができないので、テンソルトレイン分解しようと今みたいな方法はまず不可能です。タッカー分解だったらいける。タッカー分解もできるけど、でもタッカー分解だと要するになんかベクトルをシステム向きで落とすと、なんか1個でも残ってると消せなくなっちゃうから、要するに複合的に落としていかないといけないから、結構難しいですよ。どれか
L1 を1個減らしちゃうと、それと関係して L2 の項も全部ガバッと消えちゃうから。ベクトルいきなりこう0じゃなくて少しずつ小さくしていくみたいな。ああ、そういうね。ラムダを少しずつ小さくしていって、最終的には効かなくなっているっていうような。うん、そういうことをしたらできるのかもしれませんけど、どうなんだろう。ひょっとしたらうまくいくのかもしれません。だから全部絡んじゃってるからなかなか難しいとは思いますけどね。絶対無理っていうことはないと思うんですけど、多分そこでまたなんかファインチューニングが必要になってくるのかな。そうですね。 G の L1、L2、L3 を動かした時に、一緒に U の方も動かそうと思うと3つ同時に動かさないといけないから、いいとこに行けるかっていうのはなかなか難しいです。だからそれ一緒に動かさないが多分さっき見たアルゴリズムになってて、 L1、L2 と出て L1 で動かすみたいになっちゃってると思うんですけど、多分同時に動かすと結構すごいことになる。基本的にはタッカー分解使うか、切断タッカー分解使うかっていうタッカー分解がよく使われる。そうですね、だって今見たら分かるように、はい、タッカー分解はただの独自分解するだけで、フルランクでいきなり求まっちゃうから、それで先ほどコメントがあったそのフルランクじゃなかった時どうなるんですかっていうんですけど、独自分解してるから自動的に、ランクが低いところは消えてなくなるから何も考えなくてもいいと思う。要するに、i に対してアンフォルディングして n かける mk にやってフルランクでやったつもりだったのに、本当はもし n よりも mk が大きければ mk 本当独自ベクトルで加算で見たら10本しかなかったらランク10だなって自分で分かるから何も変えなくていいので、普通はもうフルランクでやっちゃいます、はい、ちょっと質問はちょっとこれ具体的にちょっと得意定数分解やるんですけど、別にこれやらなくちゃいけないことないんですが、よくネットに落ちてる例でやったんですけど、3×4× で XIG か i プラス j プラス k みたいなやつをやったらどうなるかっていう例なんですけど、これ結構3×4×5 だから、60個ぐらい要素があってそれなりにでかい転送なんですけど、こういう単調なやつ、 i に対しても j に対しても k に対しても単調なやつだと、すごくいい近似ができて、これだこれ g の重みが前でこれ2までしかないんですけど、2で打ち切ったわけじゃなくてフルランクでやっても3以上はないんですよ。で g が、3以上は0なので、ここしか残らない、ここしか書いてないんですけども、もう1番目の席でマイナス60とか出て、で1鍋でもこのぐらいできちゃうんですよ。だからこういう単調なやつはすごい強いです。でなんかこれ、IJK の掛け算だからこれ線形だからうまくいかないのかなと思うんだけど、そこはうまくしたもんで、ここが定数ならいいので、例えばU の L1、L2、L3 が AII プラス BI、AJJ プラス DJ、AKK、DK みたいになってると、これ、もしこの A が、小さいと、2乗3乗は消えちゃって1乗しか残んないから、こういう表現にしておいて、A をちっちゃくしておけば、2乗3乗が消えるから、近似的に1乗になるんです。で実際0.43 とかになってんで、これ2乗3乗すると値がちっちゃくなるから、こういうふうに書いておくと i×j とか j×k とか ijk がちっちゃくなるからほとんど答えが出るようになる。ただし単調じゃなかったらもちろんダメなので、もろに元の、点数がどうなってるか。でさっきも言いましたけど、2×2×2 で全部出せてるんだけど、さっきの切断タッカー分解だとこんなになっちゃってるから、いかにこうなんか初期値依存性がひどいかっていうのが、まあ、
よくわかります。あ、すいません、はい、まあ、今は AI の事情っていうか、これかけると、はい、AI BAJ B ってやると事情の項が出てきます。あ、でこれかけると3乗だから、これ掛け算だから、うん、なんとなく僕も昔からそう思ったんで、これ掛け算だから線形のやつはこういうやつは表しにくいのかなと思ってたんだけど、実はそんなことなくって、あのこういう格好をしてれば定数の項と、しておけば定数の項が残って事乗三乗項の方は小さくなる A が作られてれば十分均一的に、うん、だからこれ結構なんか、表現力が少ないのかなと僕は昔思ったんだけど、線形でもここまでうまくいっちゃうんですよ。AI とか BI とかが小さいから二乗三乗の方がキープ線形だと、だから非常にこう、いや僕も全然分かってなかったけど、やってみたら、だそういう意味では表面力は大きい、だその辺ちょっと僕もよく分かんなくて、表面力が大きいっていうのと一位性がないとか局所界になってるはずだっていうところのちょっとバランスがいまいち、まあ、これはだってすごいいいわけですよ。2でもう 100% 出ちゃってるから OK なんだけど、一般的にはこんななってないので、その辺の加減がちょっと僕もなんでなってるのかいまいちよく分かんないです。表現力が大きいのはもうこの例からも明らかに、掛け算なのに線形が表しちゃってる。もちろんあそこを XIJ か I かける J かける K とかにしたらもうすぐできるのは見え見えだし。ということは、それの線形結合も IJK たす I プラス J プラス K もできると思ったから、まあ、表現力が高いのはよく分かったんですけど、その辺がちょっと僕もなんで、なんですか、数理的に考えるといろいろ悪いことがあるんですけどね、なんですごくいいことが多いのかっていうのはいまいち。で、テンソルトレイン分解なんですけど、さっき2かける2でやった時の回が出てないですっていう話なんですけど、まあ、これ2かける2で終わるのが分かってるからそうしてるんですけど、3 R1、R2 をちょっと3までやってみましたっていうのが、これの、回なんですけど、ここに書いてあるみたいに、ここのところが3まであると、これ J だから、L1 が、1、L1 が2、L1 が3みたいのが、出てきちゃうので、数がかなり増えちゃうんですよ。で、これ、L2 か。ちょっと待って、これなんだ、 2L2J、 これ同じものが書いてあるな、ちょっと待ってよ、これは何だったんだっけ、4号だったのかな、 2G だったのか、ちょっと待ってますね、なんか変だろ、これはなんかやばいことしてる、なんか変だ、1、2、3で何が書いてあるの、なんで4とか書いてあるの、やばいな、L1 のして4号なんか変だね、4号じゃないのに4号書いてあるか、ここ4号、すいません、ここ4とこですね、きっと失礼しました、なんかこれ4とこですね、ごめんなさい、これおかしいですね、後で直してみます、K は5まであるから、5までやったんですけど、これ結局これ一見5まであるように見えるんですけど、1番目が青い線で2番目が赤い線なんですね。で、他の線はなんかガタガタしてるんです。で、このガタガタしているところは実はこの G っていうのが値があるように見えてるんですけど、実際に掛け算すると L1 が L2 が2まででもう答えが出ちゃっていて、この上の方は効いてないんです。それがだからなかなか
分かりにくいんですけど、それがさっき言ったその点数トレイン分解の場合はどれを使ったらいいかっていうのを意味がないからよく分かんないっていうことで、結果的に今までやったらもう 100% 出ちゃってるんだけど、こっち見た時には4番目とか5番目まであるので、この和を R1 イコール2、R2 イコール2で、やめればいいっていうのは計算してみないと分かんないから、非常にこれも使い勝手が難しいという感じになっちゃいます。で、最後 CP 分解なんですけど、CP 分解が何で使われないかっていうのは、初期自動性がすごくあるんだっていう話を何度もしてますけど、CP 分解 L イコール1でやると、割とこういう感じでできて、これは、このタッカー分解とか、これはタッカー分解で1でやったときで、テンソルトレイン分解で、テンソルトレイン分解でやったときは、これですね。L イコール1でやったときは CP 分解は、テンソルトレイン分解やタッカー分解の、1でやったときと同じような解が出るんですが、2でやると、どうなるかっていうと、L イコール1でやめたときに悪くなっちゃうんですね、2まで入れると。で、2まで入れるとすごい良くなるんだけど、要するに、これ何が言えてるかっていうと、L イコール2までやったらいいんだけど、じゃあ1で切ったときいいのっていうと、1で切ったときいいやつは出てないんですよ。だから、これ、CP 分解は、L を上げてって全体の、被覆度というか再現度を上げていっていくと下の方がダメになっちゃう可能性があるので、これデータサイエンス的には NG で全然違うものが出てるので、これどっち本当なんですかって言われたら答えられないんですよ。だからこういう問題があるので、CP 分解は最近なんか人気がだいぶ下がりました。これだとこれどっちが本当だか分かんないので、でテンソルトレイン分解とかタッカー分解は下の方からやってた時に下までで止まるっていうことができてるのが、先ほどご指摘があったように即時分解でやってるから、下の方から順番にやってるから比較的 L1 とか L2 が小さい方でやるっていう効果が効いてるからそれは起きないんだけど、CP 分解は特異人分解で何も関係なくて収束計算してるだけだからこうなっちゃうんですね。だから結局点数分解でうまくいってるのはこういうふうに L1、L2 が2ぐらいで、すごくいい近似ができてるっていうことが起きてるからできてるんですけど、それは計算してみないと分かんない。テンソルトレイン分解やタッカー分解を計算する前にどこで打ち切ったら 100% 良くなるかっていうことを、計算するちゃんと知識はないんですよ。やってみたら OK っていうしかないので。打ち切るっていうのは L1 とか。そうですね。打ち切るって言っても実際すごい大きいところまでやってこんな風に。ゼロじゃないところまで残してるだけなんですけど、はい、その L1 そうだからランクが分かんないんですね。点数ランクって言われてるんですけど、はい、どこで切ったらいいかっていうのを知る方法が何もなくて、しかもこれ一位性がないから、はい、もっといいのがあるかもしれないですよ。分かんない。これで2だったからOK、 まあ2ぐらいだったら、それこれ5ぐらいで終わったとして、じゃあ4でもっていいのがあるんですかって言われたら、これは特異値分解を使ってある特定あるゾーンでやったら5でよかったっていうだけで、4でもっといいのがありますかって言われたら分かんないですよ。でそれをやるためには4で打ち切ってさっきの収束計算をするしかないんだけど、それがいいかどうか分かんないからまあ非常にこう使うのが難しい点数分解。だから自分が対象としているものに対してうまくかどうかっていうのに
すごく、制限です。で、ここまでの結論なんですけど、どれも全ての分解で、この、i プラス j プラス k っていう、この、テンソルをタッカー分解、CP 分解、それからテンソルトレイン分解でやったら、全部ユニバーサルに第2項までで済みました。なんだけど、タッカー分解は、第1特異子面とほぼ OK だけど、テンソル分解は、さっきも言いましたけど、どれが重みなのか分かんないから、これ、下から順番に足してって2で終わったっていうのは分かってるけど、実際はいつもそうなるかどうか分かんないから、それから、CP 分解も第2特異子ベクトルまで OK なんですけど、第2特異子ベクトルまでしちゃうと、第1の方が最良解じゃなくなっちゃう。ということをやってるんで、その結果的にはタッカー分解がいいんだろうっていうことになって、僕は大体タッカー分解使ってますっていうそういう状態です。だからもしなんか皆さんの中でもっとシステム的にこういうなんかデータのケースがこういう性質だったらこの分解が最良みたいなことをもし言えたら素晴らしいんですけど、今と僕が知る限りそういう話は何もないのかな。やったらうまくいきましたみたいな話もやっぱり、うん、じゃあここでちょっと休憩を入れたいと思います。15分ぐらい、15分ぐらい、はい、じゃあ3時10分から、はいはい、はい、2時、4時20分から次なんで、そのまま10分とか15分、はい、わかりました、はい、はい、終わっていただいて、じゃあここまでは教科書に書いた話しっかりやってなくって、ここから先が自分がやってる話なんですけど、ちょっと今は、まず、行列のレベルの話かするんですが、でこれを後で転送で拡張しますけど、今は行列の話しかしませんけど、これだけいろいろテンソルは使いにくいんだけど、なんかもともと行列でやってたことをテンソルに拡張するとなんかうまくいくっていうことがたまたま起きているので、一つやだから先ほどが何度も指摘があるように、タッカー分解のアルゴリズムは特異子分解になってるから同じだっていうことなんだと思うんですけど非常にこううまくいっているという話をこれからします。でまず、主成分分析を用いた変数選択試みっていうことで、さっきの特異子分解をどう使って、何をするかっていう話をします。でここは半分生物学科だと思うから多分話として、分かりやすいと思うんですけど、I 番目の遺伝子を J 番目のサンプルにおける遺伝子の発現量みたいなデータがあったっていう時に、生物学では何をしたいかと思うかっていうと、全ての細胞は、全部の遺伝子を持ったまま分裂します。それは細胞は分化しなくちゃいけないので、将来どんな種類の細胞に分化するかわからないので、あらかじめこの遺伝子とか持ってってっていうことはできないので、全ての細胞は同じ遺伝子を持ってるんですね。だからその山中さんが発見した全能性に戻るっていうことができるのは、全ての細胞が遺伝子を持ってるから、その遺伝子の発現のパターンを変えれば全能性の細胞に戻れるってことなんですけど、それ逆に言うと全ての遺伝子が、全ての細胞が全部同じ遺伝子を持ってるってことは、どれが効いてるのかっていうのを見ないと何も始まらないので、その1万個とか2万個ある遺伝子のうち、ある条件で、具体的にある細胞でどれが働いてるってことを知りたいから、その平均に比べて大きいのはどれですかみたいなことを知りたいっていうニーズがあって、そういうことは散々やられてきました。で、さっきまで説明してた行列分解をそれに使うといいよっていうのがこの話なんですけど、まず、特異子分解っていう方がいいんだっていうことを散々言っておきながら今更あれなんですけど、
この場合あるあの要請から特異次分解じゃなくて平均ゼロ分散1に比較化した方がいいっていうあのニーズがあります。それは実験的な問題で現在の遺伝子発現プロファイルの計測では絶対量が分かんなくて相対量しか分かんないです。だから計測器に入れる遺伝子の量を調整できないのでやるたんびに違う量が入っちゃうので A と B の遺伝子の比がどれぐらいかと変わらないんですけど全部足したときにどれぐらいの量かっていうのをコントロールする術が今非常にプアなので生の値をそのまま使っちゃうとその実験の時に出たトータルの資料の量がもろにかぶっちゃうので何かの形でトータルにしないといけないです。で平均ゼロにしないでもちろん全部のを N にしたってまあいいんですけどどっちにしろ何か比較化みたいなのをしなくちゃいけないんです。なのでここではJ がサンプルで I が遺伝子なので J ごとに平均ゼロ分散1になるようにまあ、これ必ずしもそうじゃなくて平均ゼロじゃなくてもいいかもしれませんがともかく列方向に規格化するって作業をします。変数ごとじゃなくてサンプルごとです、まあ、物理だとなんか変数ごとに平均ゼロしたいっていうふうになると思うんですけどこの場合は、実験ごとに違う量が入ってるからこういう規格化が必要です。でこれを特異次分化して I のベクトル J の遺伝子ベクトルとサンプルベクトルに分けます。でここからが、非常に不思議なところなんですけど例えばこの J っていうサンプルに何かのラベル依存性があったとします。例えば患者と健常者とかあるいは時間依存性があるとかそういうことが起きたとした時に、その、依存性と関係しているのベクトルがもし見つかったらですね。もし見つかったら、そのベクトルとに、対応している遺伝子のベクトルの方を見ると、これの値が大きいところが、その発見した依存性に関係するような遺伝子発現プロファイルを持っているというふうに、想定されます。で、そんなことするんだったら直接、この XIJ のJ 依存性を見りゃいいんじゃないかと思うかもしれませんけどそれが結構難しくってですね実はこういう実験をすると遺伝子の、発現量のうち、ほとんどの遺伝子は変わってないです。ハウスキーピング遺伝子みたいなのがあってどこでも発現してるのもそもそも発現してないのも多かったりするから自分が見たい実験条件に関係している遺伝子の数ってとっても少ないんです。なので、2万個も遺伝子があると2番目の確率で偶然分かれるっていうことが起きちゃうのでサンプルの数があんまり取れないとたまたま運悪く患者その検出で分かれちゃうっていう遺伝子が2万分の1ぐらいの確率でしか起きなくても起きないような分かれ方でも出ちゃうのでいきなり XIJ を見るとそういう問題が入ってきちゃうので、なかなか検出しにくいです。なので、以下に見るように、直接やるよりもこっちの方で、その自分が望みたい望んでいるような依存性があるっていうのを見つけてからそれに対応している ULI の方の値が大きいような遺伝子を選ぶっていう方がいい場合があります。いい場合があるだけです。で、それどうやって選ぶかっていうのが、ここが、これも理論的にあんまり不安なところなんですけど、今はどうしてるかっていうと、こいつが、ガウス分布をしているというふうに仮定して、ガウス分布だと、正に大きい方と負が大きい方と、両方考えなくちゃっていやらしいので、開示上分布って言って、まあ、ガウス分布の事情の分布が、にしては、まあ、ガウス分布で3シグマと4シグマとかそういうすごいありえないような、大きさだっていうことに相当するんですけど要するにこの方向への遮影が優位に偶然ではありえないほど大きいような、遺伝子を選ぶっていう格好で間接的に選ぶっていうことをやってで開示上分布っていうのは皆さんあんまり聞いたことがないかもしれないすいません聞いたことがあったらごめんなさい。どういうものかっていうと
N 個の平均ゼロの含数分布に従う変数 XI があったとき、これを、標準偏差で割って、つまり正規化した後、N 個和を取ったときに、従う分布が、NGO 度の開示乗分布といって、まあ、格好はこんな感じです。1個のガース変数だと、まあ、ピークのところが、0なので0が一番多いんですけど、これは高次元空間のガース分布になっていくと、だんだんその、原点から離れた方が面積が増えてきますから、その影響で、遠く離れたところの方がこのガースのピークより勝つようになるので、これ次元が10次元ぐらいの高次元のガース分布だとピークが、この辺まで、ずれちゃうんですね。つまり大きいものが出やすくなるので、こういう大きいものが出やすくなるってことを加味した上で、複数個の、変数が偶然じゃないことが大きいかどうか。だからここで、VLJ っていうのが自分が望んでいる依存性と合ってるかどうかをチェックするって話なんですけど、1個だけ聞いないので、仮に10個のVLJ が全部自分が望んだ J 依存性を持っているとしたら、10次元空間のガース分布の中でこの ULI が偶然よりも大きな値を持っているかどうかってことを調べないといけないので、10次元のガース分布を仮定したときに原点間の事情距離の分布を見て、でそれに比べても十分小さな、これは格好を書いてもしょうがないんですけど、一般に稽古の、ガース分布の場で書いた形事情空間の、ガース分布がどういう格好に、これ多分事情だな、事情ですね、なんかちょっと変な気がしますが、ちょっとまあいいや、間違ってるんですけど、事情にしてます、ちょっと後で見てみます、ごめんなさい。会場分布の格好がこんな格好で、これは平均形で分散に形になるような分布なので、まあ、平均がどんどん、次元が上がっていくと増えていくので、それに比べてもさらに大きいものを選ぶっていうことになるんです。で、ここでなんでガース分布かっていうことについて数学的な証明はないんですよ。本当真面目にやると多分ランダム行列の理論かなんかを考えなくちゃいけなくて、 XIJ が、乱数の時に対角化したら、どういう固有ベクトルの大きさの分布はどうなるかっていうのを、計算して、それに比べて大きいか小さいかってやめなくちゃいけないんですけど、今のランダム行列の理論は専門家に聞いたんですけど、やっとランダム行列の時に固有値の分布がどうなるかっていうところを議論してる話で、固有ベクトルの、どの成分が大きいかっていう分布を計算するなんていうのはとてもできないってことなので、今できないので、とりあえずヒューリスティックにガース分布というふうにやる。で、高次元空間で、多重ガース分布だと思ったとしても十分大きいぐらい、遮蔽が大きい変数があったらそれは偶然じゃないでしょうというふうにしてやります。で、ここは、バリアが2つあって、1つはそもそもこの、この VLJ が自分が知りたい、依存性と関係あるの出なかったらそこでまずアウトです。それからそれがあったとしても、この検大きさの検定をしたときにガウス分布に比べて偶然時の大きい遺伝子がなかったらやっぱりアウトです。その両方の基準をクリアしたような遺伝子があったときだけ、こいつはどの遺伝子が大きいかっていうことに対する、答えを言うことができます。で、ここで非常にややこしい問題として、ここちょっとゆっくりやらないと、最近一橋大学のソーシャルデータサイエンス学科に最近赴任された、元武さんっていう若い物理学者の人の論文書いたんですけど、だってセミナーでする話ですが、この話が、どこにも書いてなくて分かんないって物理学者は知らないよって言われたので、ちょっと手を説明したいと思うんですが、仮に、
ガウス分布に従う乱数を発生させて、そしてある、P の値よりもある Z の値よりも大きい、だからある P の値よりも小さいって言ってもいいんですけど、大きいような、P の個数、あるいはある P、 ここの面積がある Z よりも大きくなる確率ですが、でこの値を、まあ、ラージ P って書いたとして、ここを満たすような P の数は何個かなっていうことを考えたとします。でこれがそのヒストグラムなんですけど、ちょっとこれ横軸を P じゃなくて 1-PI で書くっていう伝統があるので分かりにくいんですが、ちょっと横軸1マイナス PI に書かせてください。そうすると逆転してるから、この1のそばが P がちっちゃくて、こっちに行くと P が大きくて、実にこの1に近いところが偶然では起きないようなことです。でガウス分布だと、このある P よりも大きな値を持っている、小さな P を持っている、I っていう遺伝子の数は、この P の値によらず真っ平らだということが知られています。でこれはなんかすごい分かりにくいって言われちゃったんですけど、どこにも書いてないよって言われて、本当に書いてないのか僕分かんないんですが、なぜかっていう と、ここのところに入っている PI の数が NPI だとします。そうするとこれ NPI ってラージで全部で遺伝子がラージ N かあるだから、ここの入っている割合はラージ分の NPI です。で一方ここの数っていうのは NPI っていうのは 1-PI から1までこのヒストグラムを積分したものだと書くことができます。だけど PI っていうのはもともとここの面積だから PI っていうのは、このヒストグラムを 1-PI を 1-PI から1まで、こっちは個数、こっちが P だからN 倍、係数は違ってますけど、これ、PI そのものがこれを積分したものじゃなくてないんです。ということはどういうことかっていう と、ここに PI の積分があるから、PI で積分してまた PI が出てくるっていうことは、ここはコンスタントじゃないといけないので、ある PI よりも小さい、PI を持ってる N の数がここの積分ヒストグラムだからって思う と、このヒストグラムの大きさっていうのは PI 依存性があっちゃいけないんです。で今ガウス分布だって言ってるけど、どんな、乱数でもある分布を仮定して、その分布で発生させた乱数をその元の分布でそれよりも小さい PI の数っていうのを計算して必要なのを取ったら、どんな時でも真っ平らにならなきゃいけないんですね。いいですか？これなんかすごく分かりにくいらしいんですけど、いいですか？分かりにくいですよね。じゃあもう一回説明します。いいです。ここの面積っていうのは、全部でラージ N かあるから、N もスモール L だとこれ PI です。ここ面積ですね。PI は面積表してる。PI はここの面積です、はい、でスモール N はここの面積です、はい、でラージ N で割ると PI になります、はい、でということは NPI と PI は N 倍違ってるけど比例してるんですよね。でこれはここの面積を計算するただの定義式です。でこちらはどういう式かっていうと、この PI っていうのは、こっちで考えたらこの面積になってるはずですよね、はい、でということは PI を積分して PI になると、ここが一定じゃなかったらダメだから、ということは、横軸を1マイナス PI にしてヒストグラムを書いたら、これはコンスタントが平らだ。だからどんな分布でもある分布を仮定して発生させた P 値に対して、それよりも大きい、小さい PI を持つ、P を持つ PI の数を回避したら必ず平らになって、これはローレンツ分布だろうが、べき分布だろうが何でも必ずなります。逆に言うと、これは平らになるっていうことで、正しい
分布を仮定していくかどうかを調べるってことにも使えるっていうことです。まあ、いずれにしろ、そうすると、PI の数っていうのは、一般的には NPY より N だっていうことが分かります。で、これを使って、Large N があると、Large N 分の1は偶然出てしまうっていうのを補正するっていう、まあ、いろんなやり方があるんですけど、僕はこれを使っていて。で、まず、NPI は、PI に比例しているっていうことが分かりましたから、横軸にラージエンと続きに PI を書いたらラージエンときちんになったからこういう線が引けるはずです。で、これにちょうど沿っていたら、あのガース分布そのものなんですけど、もし一部この辺になんかガース分布が外れてるけどやたらと大きいものがあるよっていうと、このグラフどうなるかっていうと、この辺が P 値が非常に小さいところで、外れがでかいと、小さい P が出てくるから変なピークが立つんですね。そうするとどうなるかっていうと、下から順番にこうやっていくとやたらと0に近いものが多いから N をどんどん増やしていってもここがなかなか立ち上がらないんで寝ます。で、最終的にはここに行かなくちゃいけないからということは、この面積とこの面積はこの斜線の下の面積とこの実線の下の面積が一致しなくちゃいけないから、一旦下がったら絶対どっかで上がるんですよね。だからどっかでこういう風になります。だから絶対クロスするので、このクロスしたところまでは偶然じゃないよっていうふうに考えようっていうのが多重比較合成の考え方です。ちょっと聞いとかない難しいです。いや、テクニチの授業でやってます。あ、そうですか、失礼しました。少なくとも僕はやってるって。あ、そうか、そうか。じゃあ皆さんこれ知ってるんですね。ただ4年生は多分知らないです。ああ、4年生って何人ぐらいいるんですか。何か。じゃあ、すみません。なんか皆さん知ってることを説明してしまいました。で、で、実際、これベンジャミン・ホーフェンブールの多重比較合成っていうんですけど、この直線は確率1の線なので、これに比べて、P0 だけ寝ていたら、多重比較補正しても、優位だっていうふうに考えることができるので、こういう寝た線を考えてここで、クロスしたところまではたくさんあるってことを考えても、この P0 っていう値、これもかなり雑な話なんですけどぐらいの、優位性を持ってるんだろうっていうことで、この P0 っていう値を計算するっていう作業をします。で、多重比較合成にいろんな流儀があるんですけど、さっき CP 分解とテンソートレイン分解、タッカー分解いろいろ比べて、タッカー分解いられる良さそうだっていうことをやったと同じように、いろんな多重比較構成を、試した結果、この生物学に使う場合にこれが良さそうなので今のところこれを使っていますが、他の分野で使う場合には他にいいものがあるかもしれません。で、このやり方が、どれぐらい有効なのかっていうデモンストレーションなんですけど、こういう分布を作りました。N 変数で M サンプルしかないよっていう条件を考えます。なんでこういう条件を考えるかっていう と、生物学の場合は遺伝子2番項も切れ打ちで人間が関与できません。で、普通の統計は変数に比べたら十分たくさんサンプルを持ってくるといけないんですけど、じゃあ病気の研究したいですって2万個事件ありますって統計学者持っていくと、じゃあ、当然4万サンプルあるんですねって言われるんですけど、多分遺伝子発現プロファイルの計測を4万人分やると1億円とかそういうとんでもないお金になってしまってできないので、だって今100ドルゲノムとか言われてるんですけど、100ドルって言うと1万円なので、いや4万人やったら4億になってしまうので、まあできないんですよ。で、普通はなんか M 何個ぐらいかっていうと、まあ、10とかそういう数になっちゃってるんで、そう1万次元あってサンプル10とかそういうの平気のな世界が割とこの世界なんですけど、そういうのってやるの結構難しくてですね。で、それが難しいのデモンストレーションどうしたかっていう と、これ全体は基本的に、この
平均が0かミュー0で同じ標準偏差を持っている、ガウス分布から作られていて、それは 50%50% の結合なんですけど、最初の N 万個だけはちゃんと2分にきれいに分かれてますよっていうデータ数を作って、この N 万個を正しく出せますかっていう問題をでもう一個の問題は似てるんですけど、ここは同じなんですけど、下の方はワンピークで、2つの分布の平均の1個のガウス分布が作りました。でこれさっき言ったようにここが10でここが1万みたいなのを考えるから、すごく2分の差で比較してあって、平均の差は、標準偏差の4倍あるとか、かなり有利な状況にしてあるんです。で、これを、どういう方法と調べるかっていうと、一番ありがちな、2分の3の関係を、1万個とか2万個の変数に対して毎回1個ずつやって、それでそれが偶然起きる確率を計算して、さっきの多重比較補正を使って、2万個あることを考慮しても十分小さい p だと思うものを調べるっていう方法が大事で、2番目はこれユニモーダルテストっていうんですけど、これ僕も内容を詳しくちゃんと理解していませんが、分布が、2群1ピークか2ピークかっていうことで、1ピークだっていうことが、仮定したときに、ありえないほど、分布がずれていると、これは1ピークじゃないよっていうことを推定するということで、これは教師なし学習に相当してて、ワンピークかどうかっていうことをラビルを使わないんです、ね、分布だけ見て、二山になったら、要するに今2分の M ずつ分かれているっていうことは気にしなくてもかく、二山に分かれてなかったらダメでしょうってこと、緩めの検定ですね。二山に分かれていてもラベルと整合的じゃなかったら意味がないわけですけど、とりあえずラベルと関係なく2分に分かれるってことは起きないでしょっていうことを想定している。それがさっき言った PC を使った方法で、代数成分に対してやるっていう方法で、全部 P 値を計算して 0.01 かの変数を採択する。で、帰無仮説は、2群で差がなくて分布が1ピークで、主成分、代数成分、ガウス分布を仮定して起きる可能性が小さい場合は2群に差があるというふうにします。で、これが結果なんですけど、ここの、t テストってやつは n が100で m が20で n1 が10っていう状況だと、これぐらいだと、こちら側が、正解です。ここがだから、ここを10対90に分かれてくれればいいんですけど、これ乱数って100回繰り返したんですけど、セレクティブのセレクティブと、まあ 0.1 個だけ間違ってるけど、100個中 0.1 個がきれいに合ってるということになって、こういうユニモーダルテストっていうラベルアサインテストとか、あと PCA だと全然惨敗なんで、なんかちっともうまくいかないような感じがするんですが、この問題は実はこの N が大きくなって M がちっちゃくなっていくとどんどん難しくなります。で、例えば N が1000個で M が10個みたいなことになると、この T 検定だとこれ分布は全く同じなんですけど、数が増えただけでいきなりダメになって、 M が10になると2分の差が出にくくなって、 N が1000だと多重比較補正が効きまくるので、本当は差があるんだけど、m イコール10しかないとあんまり、偶然じゃ起きないような分かれ方がしにくくなって、かつ多重きつくなるんで、ほとんど当たんなくなっちゃいます。で、他の方法はっていうと、他の方法もまあ依然ダメなんですけど、こういうシンプルな問題でも、n がめちゃくちゃ大きくて m が小さいっていう状況に持っていくと全然当たらなくなります。で、これがデータセット1で2群に差があるんだけど、NY で大きいところはシャッフリングされちゃってるっていう感じです。
レベルセット2の方は、分布に、差があります。だけど、N1 以降はワンピークですっていう場合で、まあ、小さい時は相変わらず、T 検定はよくって他はダメなのが問題なんですけど、これ、ユニボーダルテストの場合は、M がちっちゃくなっていってもダメはダメです。まあ、ユニボーダルテストってさっきも言ったように、たまたま2群に分かれるっていう可能性を見てるだけだから、別に M がちっちゃくなっても分かりにくくなるだけなんで、いいことは何もないです。で、T 検定はさっきと同じようにダメになります。だけど、PCA でやる方は、なぜか小さくすると良くなるんです。で、これなんで小さくすると良くなるかっていうのは、最近その元竹さんと論文を書いて多少分かったんですけど、とにかく、これはもう10年ぐらい前に PCA を始めてきたら、なぜか、これ、直感的にはなんかよく分かんないです。普通、検定っていうのはサンプル数を減らしたり、変数を増やしたら悪くなるはずなんだけど、なんか PCA は悪くした時だけ良くなるんです。で、D 検定は、サンプル数を減らして変数を増やすと普通にダメになるんですけど、PCA の場合はなぜか良くなります。で、こういう、現象がなぜか普遍的に見られていて、で多少最近理由が分かってそれはセミナーで話すんですけど、昔は分からなくてやってたんですが、でさっきも言ったように生物学っていうのは M が100個で N が1万みたいにもっとひどい状況なので、これを使うと出せるっていうことが非常に頻繁に起きているということが分かりました。これ PCA の時っていうのは、第一種成分特典が出てきますよね、ええ、でそれがいくつ以上みたいな域値を決めてるのか、ここに書いてあるみたいにガース分布で仮定して多重比較補正しても 0.01 かっていうところはどの手法も同じです。 PCA で P 値を出す、そうです、U1I が、はい、ガース分布をしてるっていう、あ、だからそこでまたガースから外れてるかどうかっていう検定をしてるっていうことですか。でそうするとなんかよくわかんないけど、なんかよくわかんないって今日のセミナーでちょっとわかりましたね、進んだけど、これを始めた10年前はなんでよくなるのかわかんないけど、しかもこれデータセット1の時はダメで、2の時だけいいのでいつもいいわけじゃないんですよ。だからちょっとやってみないとわかんないんですが、なんかやってみたらなんか遺伝子発現プロファイルやるといつもいいので、これでやったらいいけど、他の伝統的な式は全然ダメですよねって書くと論文が通るので、論文が書いたっていう、そういう。これ、それぞれの時の ROC カーブとかっていうのは書いてみたりしてますか？ ROC カーブですか？はい。いや、ROC を書いたこともありますけど、はい、普通に ROC もいい時はいいです。その、だから今回例えばその多重性補正っていうのが BH とか BH って聞いたんですけど、 P0 を計算してるから多分ストレイの方向じゃないかなって気がするんですけど、あ、そうですか。それだと結構だからまあ LDR 制御の中でも厳しめな方ですよね。ってなった時にだからその域値の決め方が古典的な DH のやり方だったりするともうちょっと拾えてくるのかなっていう気がしてて、あ、だから 0.1 ぐらいにするってことですよね。あ、ではなくて P0 のところをそのまま1にしちゃうっていうやり方です。ああ、なるほど。多重比較補正してるのにさえ 0.01 は厳しすぎんじゃないのっていうのはよく言われるんですけど、実際にはだからその辺もひょっとしたら考えなきゃいけないかもしれませんが、エンピリカルには 0.01 とかにするといい結果が出るっていうことが経験的に知られて、最近それを緩める方法も分かったんで、それはまた後で説明しますけど。なんかその辺でこうどのくらいのところがなんか一番コスパがいいみたいなのが出てきたら、それはそれで一つ指標として面白いんだけどな。多分緩めるとこういう非対角性も増えていっちゃうんですよ、その辺のところがやっぱり致し返しで、フェルスポジティブを増やすのかフェルスネガティブを増やすのかっていうところをどうしてもトレードオフがあって、
遺伝子こういう研究の場合は割と実験の人はフェールスポジティブが多いよりはフェースネガティブが多い方がいいんですよ、ね、たくさん調べなくちゃいけないって嫌がるのでなので割と少なめの方が喜ばれる。逆に医学系の方行くとフォールスポジティブ減らしてくれっていう感じですね。ああなるほどね。で、吸収成分はガウスループしてるかなって、こんな感じです。これを真っ平らと見るかどうかっていうのは微妙かもしれませんけど、ここに要するに手で入れたガウスが外れたやつが、まあ、これがなかったら大体平らになるんだと思います。瓶広くてよかったじゃないですか。瓶広くすると出ないですね。平らになって見えないです。ああ、うん、これ確認して N=13 という点が出る。ここには入ってるのが N イコール 10、 M イコール10っていうのはあくまで V の方の次元だから、あ M イコール10っていうのはここには出てきてないです。ここにあるのは1万1000個点がありますっていうことだけです。すいません、まず、データセットとしては N が100で M が10のデータセットをやっているわけです。それを独自分化するので変数側は1万次元のベクトル、サンプル側は、10次元のベクトルで、ここには書いてませんけど第一、V ベクトルの方を見ると大体2分に分かれているので対応している U の方のベクトルを持ってきて、それがガウス分布だという仮定をしてP値を計算して、それで、計算ヒストグラムを書いたのがこのようです。で、瓶がもっと多くていいでしょうっていうのは証拠なんですけど、瓶を10ぐらいにしちゃうと N が1000ぐらいだと平らになって見えないですね。右のやつもそこに入っちゃう。そうです、埋もれちゃうのでピークがないように、うん、なのでピークを強調するためにこれ多分 B100 にしてるんだと思うんですけど、10にしちゃうと多分このピークが埋もれちゃって消えちゃう。これ人工データだからですよね。そうですね。そうですね。実データだと別に瓶でかくてもそれに見えるんですよ。だから N イコール1000とかをやったら、出るかどうかっていうのはもちろんどれぐらい外れてるかによるので、これは4シグマしか話してないからもっと外れてれば出るし要するに全く乱数、まあ、証明はないんですけど全く乱数だったら多分これ結局高次元空間である方向を見てるだけだから、その時その方向がガウス分布時に外れるっていうのは、まあ、普通は多分考えにくいんですよね。だからある方向を見たらそれがガウス分布から非常に外れてるようなところに値があるんですから偶然じゃないでしょっていうものを見てる。ただもちろんランダム行列を、まあ、ランダム行列をある高次元空間行った時に、任意の事項を取った時にそれが、ガウス分布になってるかどうかっていうのはもちろん本当は分かんないです。そこは仮説になっちゃう。うん、まあ、やっぱりだから1000個の中に10個しかこう真に違うものがないですってなかなか検出はやっぱり難しいです、ね、そうですね。でこれやるとできるらしいっていうのができる場合があるらしい。納得できないですか。いや経験的に大体検出はできないなっていう感じは。でもこれやるとできるみたいに見えるんですよ、ね、PCA を返すとってことですか。そうです。だからポイントはだから V の方で方向を決めてるってことですね。ある一般的な、検定で見ないのは方向が決まってないからで、これは高次元空間である方向に遮影した線分を見てるので、その成分が自分が見たいラベルと整合的な方向を選んでるから、ただまあ、イメージ的には高次元空間で考えたらここにバーッとでかいのがあってこの辺にポツンとちっちゃいのがあるんですね。
で BCS とさっき言ったように分散が大きい軸が選ばれるから、うん、ものすごく大きい丸い ちっちゃい、出っ張りがあっても、うん、こっちは必ず選ばれるんですよ相対値なのに、ね、なのでほんのちょっとしか外れ値がなくっても、うん、あのどっちの方向を向くかっていう相対値からすると非常にまずものを出っ張っててもそっちには必ず選ばれるのでそっちの斜影を簡単に選べるんですね。で選んだ後なんで出っ張ってるのかっていう理由を考えると実際に出っ張ってる遺伝子が分かるからっていうことであのこういうことができるんですね。で T 検定とかだとこのバカでっかいやつとこんなちっちゃいやつを比べるからその偶然外れちゃってるのと区別が難しくなっちゃって検出しにくいんですよね。すごいたくさんあったら偶然ちょっとだけ外れるってことが起きがちなので、ね、単純に第一主成分の重みで見るのがいいのか、あ大きさだけで見るのがいいのか、それともまあ今言ったみたいにそのでっかいのがあってポツンとあってってことは他のやつはもう他の主成分でもこう一気にランダムに組み合わせる状態で、でこっちに関しては少なくともここの成分は残るはずなのでその重みとかで比率とかで見たらどうなのか、比率とかで見るとあのこの場合は人口データだからあの全部平均するのきれいに揃ってもいいんですけど、うん、大学の場合の第一成分は、まあまあまあ、ハウスピーク遺伝子なんて出てきちゃってあの変わらないですっていう成分が第一成分、次が 99% ぐらいで変わってんの 1% でそれは遺伝子とかで100ぐらいですかなっちゃうので、まあ基本はこれをやるとなんかものすごく厳しい状況でもあの見つかる場合がある。でデータセット1人で1はダメだから。結局これはあるデータがあります2群で差があるの調べてくださいやってみましたダメだったら申し訳ありませんでした合ってたら論文書きましょうってそういう共同研究になっちゃってますだって僕のところに来る時点でもう他のものは全部ダメだっていう状態になっているのでダメでも怒られないですまあ今おっしゃった通りその1000中10個だったら普通ダメだよねっていうなんかお医者さんが持っていくとあのデータ見た瞬間無理だから帰ってって言われて誰も調べてくれないもともとはそのなんかお医者さんになんとかなりませんかって泣きつかれて書いた誰もやってくれないんですけどって言われてそれでこういうの考えたのがもともとなので、で分かったことは PC を使った変数選択は、ちょっと後のセミナーで話しますけど、N が非常に N が小さい条件ないと TK っていうと伝統的に勝てないと。でそれから、あの変数の数がサンプル数で十分大きくてもまあ特になくてデータセット1の場合にはダメだと。でまあ PCA の方がうまく技術あるってことでまああるんですよ。なかったら私はここでセミナーに来ていないのでやってみたらすごくいっぱいありましたということなんですけど、で転送分解の話はどうしたのっていうんですけど、あの転送分解のアルゴリズムの説明を今丁寧にしたら皆さん分かってたんですけど、 SVD っていうのはあのタッカー分解の時にやったアルゴリズムはただのアンフォルディングした行列の特異値分解なので、実はあの遺伝子方向のベクトルは同じなんですよ。で普通に考えるとあの遺伝子方向のベクトルは同じで、この、式もこの式も同じなんだから転送分解にしてもいいことないじゃんって思ってたんですけど、実は転送分解すると、特異値分解とか PC した時には選ばれなかった軸が選ばれる場合があるんですね。
でそれは多分、特異値分解にしちゃうと、その例えば臓器と人間みたいなの混じっちゃうから、臓器と で各二群に差があるみたいなベクトルが現れ出てこないから、その遺伝子ベクトルが、例えば 3回の転移するで1番目が遺伝子、2番目が人間、3番目が臓器だとすると、問題の答えとしては心臓だけ患者と健常者に差がある遺伝子は何ですかみたいなのを答えたいと思うんですけど、特異値分解でやったら遺伝子が行で列の方は、人とサンプル、人と臓器が混ざった軸になっちゃうから、この V 相当する方を見ても遺伝子で患者で見たら差があって心臓で見ても差があるみたいなベクトルがうまく出てこないから、この UL1I の方が本当はそういうものがあってもそれを検出できないみたいですね。なので、転移分解してやるとこっちの解像度が良くなるから、どうやら、特異値分解じゃ選べないベクトルが選べるとこっちの方がいいらしいということになってるみたいです。だからなんかやってることは非常にシンプルなことしかやってないんですけど、なんかあんまり、やられてなくて、やられてないだけじゃなくて、結構いっぱい論文を書いてるんですけど誰も真似してくれないっていう悲しい状態で、なんで N イコール M だけでいいのっていうことについては、あれ？あ、これね。最近一橋大学に最近移動された、元武さんっていう方が、一橋大学って最近なんかデータサイエンスの学部を作って、ソーシャルデータサイエンスっていう学部を作って、中見たらなんかガチのデータサイエンスの人は結構取られていてですね、普通に社会科学じゃない人も取られていて、元武さんも多分バックラーが完全に物理学科だと思うんですが、ディープラーニングやってるけど、その人もなんかそっちに移動してて、なんかその珍しく興味を持ってくれて一緒に論文書こうってことになって、何なのかなと思ったら、今日お次の話ですけど、なんでサンプル数がちっちゃくって変数が大きい時だけこういうのがあったって話だったっていう、そういう話なんですけど、で、簡単にどういう話になってるかっていうのを、まあ、予告編的に言うと、まあ、これは元崎さんが考えた話なんですけど、まあ、元崎さん物理学者だから乱数なんかないよって言ったんですね。この世は全部デターミスティックだけど、十分多自由度で非線形だと乱数と区別つかない。計算機で乱数発生器ってなるわけですけど、あれ乱数発生器ってどうやってるかっていうと、やたらと非線形な関数を持ってきてどんどん乱数っぽい行列時系列作ってるだけなので、質の悪い、乱数発生器を使ったりスーパーコンピューターを使ったむちゃくちゃ大規模な計算数と周期性が出ちゃうから乱数がなくなっちゃっておかしくなるんです。で、逆に言うと我々が乱数だと思っているものはほとんどは背後にデターミスティックな動力学があるんだけど、人間はそれが分かんないから乱数だと思ってるだけだというふうに、まあ、彼は考えているらしくって、この、N が大きくって N が小さいっていう状況はこの背後に、動力学系があると思うと、そのオーダーパラメーターになってるものを見てるってことに相当してるんじゃないかっていうのが彼の仮説です。でその話はセミナーでしますけど、なので、今ちょっとだけなんで、この方法は N が大きくて、まあ、ちっちゃい時うまくいくのっていう説明が差し終わるんですけど、まあ、つい最近まではこれだから、これはこのプレプリンクは1週間ぐらい出したんですよ。なんか1月ぐらいに元武さんと研究始めてなんか結果が出てきたので、ここの集中講義で内容を話したいからそれまでにプレプリンを絶対書けとかプレッシャーをかけてですね1週間前にプレプリンを書いてもらったっていう、なんか最後かなりこう地獄の感じだったんですけどまあ論文通すのはとても時間的に無理だったからプレプリンを書けようとか言ってプレイヤーフォンにしてます。データセット1と2でうまくいっていかないっていうのも分かる。
一つあからさま理由があってちょっとやらせっぽいんですけど、一つはこうなってると順序は変わってるだけだから原点がなくりって変わんないんですよ。これ多重ガウス分布だから原点から離れてかどうかを見てるんですよ。そうするとこれ順序は変わってるだけだと差が出にくいんですよ、非常に。次にベルトセット1だと座標がシャッフルされてるだけだから、座標をシャッフルしたことによって原点から距離変わらないんです。でもこっちは分布が違うからうまい具合に分かれると差が出ることができます。なので、こっちの方が出やすいのは明らかです。だから結局だから元の問題がどうなってるかによるんですよ。だから割とその遺伝子とかでよくうまくいってるってことは遺伝子のランダムネスっていうのは、ラベルがシャッフルされてるんじゃなくて分布が変わってるんだろうっていうことなんじゃないかなと思います。まあ、普通に考えたら、まあ、物理のオーダーディスオーダー状態だって順序がシャッフルさせるので分布そのものが変わってますから、まあ、一般的にはいわゆる秩序無秩序層って言ってる場合にはこっちの方が近いんだろうなということは考えられます。これだから片方が上向きスピンで下片方が下向きスピンみたいになってると思うと、上向きスピンと下向きスピンがランダムになってるんじゃなくてスピンがそのものが消えてるっていう方が割と物理学者が思っている秩序層に近いから、だから多分そういうのと、だからこういうのが裏に江戸力学があると思うとうまく解釈できるのか絡んでんだと思うんですけど、まああくまでそういうことを最近考え始めただけなので本当かどうか分かんないです。でこういうのがちゃんと精緻な理論になったら素晴らしいと思うんですけど今のところはヒューリスティックになんかうまくいくか論文をいっぱいかけてますっていうだけになっちゃってる。あとその N、M の比率の値が出てきましたけど、はい、なんか N 対 M の比を固定して M を入れないと思います。でガットがするという数値実験でどんどんの範囲で維持するのか。あ、なるほどね。そういうの、一つはN と M の比を固定して無限に飛ばすとサイズがでかくなりすぎてすぐメモリーに乗らなくなっちゃうんですけど、なかなか難しい。どういうふうに飛んでいくんですか。一般的には一般的には M を、減らすとやっぱりサンプルは出にくいんです。今の話は N と M を日を固定して無限に飛ばす話ですね。それは多分変わらないじゃないですかね、おそらく。だから今 N が10の例があったので100で N 対 N を固定して100にしてもやっぱり消えるかって。あ、でも T 検定の限度は M 依存性がルート M だから、でも多分、いやでも PCM ルート M だから変わらないか、多分難しさは同じですね。だから T 検定の方も良くなると思いますけど PC は良くなるから多分こっちは良くなるんじゃないですかね。ちょっと分かんないな。でもその分 N も大きくなっちゃったら多重補正が大きますよね。自明じゃないですね。どうなんですか T 検定の場合に N 検定のを固定して比を固定して無限に飛ばしたらどうなるっていうのをちょっと考えたと思うけど、すいません答えらんのか。